いいのいやなんでマスクするの <laughs> いやなんかみんな,なんか映像の中でもマスクして,てるんで,、はい、で始まりました「<laughs> ラーメンキングダムニュータイプの時代」8月27日今日は特別ゲストでタイ・バンコクからチェダー君と一緒にちょっとズームであのお知ら、あのー、ちょっと雑談をしたいと思います。うんはい なんかすごい久しぶりに<変>あ,れいつあれいつでしたっけあのアムスを離れたのは1ヶ月ぐらい前。ま、つそうちょうど1ヶ月前ぐらいです、ね、あだよねでもそれであのまあ今チェダー君はバンコクにいるんですけどもあのバンコクはなんと14日間隔離させられるっていう必殺、はい、あのまあねもうね日本でもね、まあ、場所によってはそんぐらい隔離されたりとかあと香港だったらね21日間とか。 もっとやばい場所もあるんだけどもでも14日間って結構尋常じゃない、ね、あの写真一回送ってもらうどんなところで隔離されてるかみたいなのを教えてもらっ、ね、見せてもらったんで結構ねあの見たくれはすごいいい、ね、感じのなんかアメリカとかにありそうなあのモーテルみたいな感じで <laughs> 真ん中にこうプールがあって周りにこう部屋が囲まれててみたいな。 ここ2週間ぐらいだったら全然ちょろいんじゃないとか思ったんだけどどうだったんですか実際問題 <laughs> インターネットはあるんかあの、うん、結構いい部屋ね部屋の中も見せてもらったけどすごいいい部屋だよねあれあれお金かかるんですかあそうですお金は自費で払わなきゃいけなかったんですけど日本円で大体10万円ぐらいかかってます多分月えっあれなんですかあ自腹で金は払わなきゃいけないんだあれは 選べるのじゃあグレードかなんか超いっぱい金払ったらいいとこ行けるとかそんな感じなのああもう全然あの,あ,のあれとかもありますよコンラッドとかそのいわゆるあれあ<ー>コンラッドとか,、ま、なんかマリオットとかそのある程度そのちょっと上のホテルもなんか AS 級ホテルっていって今その。 隔離ホテルの対象なんで、まあ、値段は全然倍とかするんですけど、一応そういう、はいいいホテルも泊まることはできます、ね。自分のはちょっとまあ安いやつだったんですけど。まあ、でもそれでもね、10万って結構高いよね、一泊1万円とかで。結構高い。あ、1万円 ?6000 円まあ、でも言うそうですねそのくらいですかね。6 7 0 0ぐらいだよね。7000ぐらいか。うん 7, ね、まあ、確かにバンコクにしてみたら高いのかもしれないけど。 えそれなもですねバンク<構>空港の近くなのあえっとこれはあのバンコクの市内であのそれがそのホテルはバンコク市内で,で友達の家の近くだったんですけど空港から何そこまではどうやって運ばれるのなんか変な専用のはい <laughs>、はい、専用のあのあのー トラ,ックあトラックじゃないなんだっけ、SUV であの迎えに来て、ね、であの名前言ってで、はい、じゃあホテル連れて、このホテルですねって言って、ホテル連れて帰ってけ、検査は毎日あんのそういうわけじゃなくて、えっと。確か3日に1回か4日に1回とかだったとううん、うん。で、14日目の検査で陰性だったら、もう出ていいよみたいな。 感じバンコクっていうかさタイって何あ感染者とかどうの増えてたり減ったりなんかワクチンとかどんな状況なの全然全然知らないんだけど自分もちょっと追ってないんですけどなんか見た感じだと、うん、そのワクチンの1回目が終わった人が何か何十パーセントか何十パーセン 0%70% とかな何か超えたみたいな <laughs> <対>結構すごいじゃんそれはああだからもうちょっと少なかったかもしれないんですけど<ー>なんか 20だったかな <laughs> 70と20で <laughs> 全然違うんだけど <laughs> そうですねちょっとどっちだったかなはまあよくはえ街中はどうなのみんな何マスクとかしてる感じなの日本みたいな感じそうなんだじゃあ厳しいんだ結構厳しい罰金があるらしいですあじゃあ日本とかに比べてもさらに厳しい感じなんだねそうですね罰金とかすごいねしうーん じゃあもう100%してるって感じだもう基本外歩ってる時はもうもうその室内とか抜きにもうマスク着用っていう感じです必ず外も歩く時だってさタイってさめちゃくちゃ暑くないだって40度とかめっちゃ暑いじゃんだって今平気で32度とか多分夜なのにあると思いますよああ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 あ 7度かあそれでも,もでも湿度がさやっぱすごいじゃんタイって<ー>今雨季なんだっけ雨降るあ,あ今寒気、ね、ああやっぱそうだよねもうなんか別にね洪水とかにはなんないよねなんか俺が昔20代の頃バンコク行ってた頃はしょっちゅう洪水になってたから <laughs> 雨降るといつも膝までみたいな感じだっただ毎日毎日だよそれも <laughs> しかもど真ん中でであのタイあのバンコクの。 もうそれはさすがにないないいんだねねじゃあ、ね、にそこまでのは今んところは経験者ですね。じゃあ多分、ね、とんでもない違う国になっちゃったんだから、うん、そういう意味で。ちょっとましにはな,るだマシにな、だいぶましになってると思います。で、今、あの友達と一緒になんか手伝ったりしてるのそのそうですね、今やってるのが <laughs> ヴィンテージの洋服屋さんの。 はいお手伝いっていうか、あのロンチを今、友達と一緒にやってるような感じでそれはそっちでお店をやってるってことなんだ、じゃあ、バンコクで、ね、そうですね。はあ、なるほどね、はい、でも、じゃあ今ね、ねコロナとかでみんな外出なかったりしてるわけなんだよね、まだね。そうです、ねあまあ、結構、じゃあ日本とかと、いやなんかほら、ヨーロッパとか、やっぱ状況が結構変わってきてて、その7月ぐらいから。 かなりほらみんなもう外に出てきてまあ観光客100%復活してるわけじゃないけどもそれなりに人戻ってきててで当然ながらもうマスクとかもしてないしでなんかオランダの感染者もすごいここのとこずーっと安定してんだよねなんかその感染者数が一向に増えないし減らないみたいなああなるほどなるほどうんうんなんかずーっと2000人台で2000人台でもうこの,この1週間以上ずーっと安定してんだよねなんか。 あ面白いその代わりなんかフランスとかはすごい増えてきちゃって、うんうん、でどいかドイツは相変わらず優秀みたいなヨー,ロ、えー、ヨーロッパそのねイギリスもすごい増えてるみたい、うん、だからほらワクチン接種してる国でもすごいこう感染者の数は増えてるから、うん、だからもうもう。 もう別に重,重症なんないからいいよねみたいな <laughs> 感じなんだけどヨーロッパはもうね。<ー> <うん S 2> 確かに確かにもう。なんでもうあれですよね、要はスプレッドするのを防ぐわけじゃないから、自分で取ってる人は自己防衛のためにするっていうだけのものですよね、<ー>今のワクチンっていうのは。んなんか一応オランダの衛生なん保健局みたいなところは、もう。 全員感染す、ワクチン打ってないやつは100%感染するって言っちゃってるんだよ <laughs> 遅。遅かれ早かれ <laughs>。なるほどですね、なるほどですね、うん、まあ確かに。うん、そうでしょうけど。うん、うーんなるほど。で、でタイのその、その、対話状況とかどんな感じなの実際、もう1か月以上いるわけでしょ。はい,はいはいはい。何か見てみた、えっと、目に触れたあ。 まあなんか、まあ、んまりその今閉まっちゃってるっていうのもあってあんまりそういうのに関してはあのー、そうですねわかんないことが多いというか今のところははい自分もその、ま、友達経由でたまにみたいなことあったりうん、うん、これ言わない方がいいのか<笑><笑>いやいいんじゃあれですか、えー。だってで<も>お店とかでは全然やってない感じ、ねはい、そのあん例えば。 なんだっけバンコクのその中心街のその百貨店みたいなところとか。あ,あもうやってないです。基本的には、その、うん、あれだけです。その生活に必需品とか、<ー>飲食関係など。じゃあまだまだ全然ロックダウン的な感じなんだね、じゃあね。もう本当にまさにロックダウンですね。もうあのあ<ー>そういう意味だと、<ー>はいあの9時とかまでしかあの外で歩けないですし、それもあの罰金あるんで。<え>外出禁止もあるのすごいね。 であれはあれはなんかほら一時期なんか王様がどうたらこうたらみたいなのやってなかった反対派と王様のなんかほら今の王様がなんかちょっとほら全身入れ墨のまあ入れ墨を否定捨てるわけじゃないんだけど <laughs> あんまりなんかこうそこがよろしくない方だっていう風に <laughs>。 <ス>あ知らないその辺あ信じ知らない前の王様がすごいおすごい,い,いい王様だったからプミボン王方がさもう国民にめっちゃ下はねで熱狂でその人が死んじゃその人の息子さんかなんかが王様になってでもその人は結構人気がなくてみたいなで王様がなんかちょっとこう狂犬を振るってるからみたいなでもう王室いらねえんじゃねえみたいな勢力があったりっていう。 のがでも、しててたりっていうコロナの前ぐらいちょうど、うん、でも、分そのコロナでもねうや,うやむやになっちゃってると思うんだけど,、うん、どうなんか、ほら、バンコクっていうと、すごいほら、ショッピングセンモールじゃないに、なんかちっちゃいお店がさいっぱいぐわーっと入ってる、な,なんだっけ、ああいう、そういうとこいっぱいない 市場的そうそうそういち市場っていうかマーケットみたいのが、はい、なんかショッピングモールの中にもあるよあるじゃないなんかでかいモールの中なんだけどちっちゃいお店がたくさん入っててみたいな、はい、そんな感じだからそういうお店ちっちゃいお店もだからもうモール自体やってないってことでしょうからもうそうですねあの<し>やってなんか一応なんか人は出入りしてるっぽいんですけどうん、うん、本当にもうほとんどあの やってないです基本は基本は営業してないです。中でちょ,ちょこちょこってやってる人たちとかいたりとかすると思うんですけど、作業してたりとか。そういう感じですね。基本はその、はい、だ,だめっていうか、全く、うんうん、運営してて、運営っていうか、そうですねオープンできない感じ。はいはい、タイって何ですか医療大麻が、思考体麻が OK になったわけじゃないんだよね。医療大麻が OK なってことなのそうらしいですね。 医療大麻とかもそうですしあと産業用大麻も緩和、うん、みたいな形らしくって、うん、その何だったかな確か、えっとじまあ、5じまで栽培して OK で,でそれを政府に買い取ってもらうことができるみたいなこともあるらしいんですけど、うん、確かそれは偏譜じゃなきゃだめだったんですよ。うんうん、なので多分医療大麻っていうのも多分いわゆる ヘンプに該当するところになってるんじゃないかなっていう印象ですね。ちょっと自分の、うん、今ある情報ヘンプって言ったら、THC が少ないってことですかそうですね、0. まあ国によって基準違うんですけど、0.03とか0.1以下とかなのかな。な,ね、なんか今ちょっとコメントが来てるんですけど。 ンさん、はい、ごめんんこんばんはチェダーさんはコロナ落ち着いたらマスタケさんとこ行く予定とかありますかって聞いてるんですけど<笑><笑>なるほどなるほど <laughs> ま,まあちょっとその、まあ、マスタケさんのことはわかんないですけど普通に僕はあの <laughs> とりあえずこっちに来たのはそういう目的ではなくてビンテージのよくこの屋さんを探し合いに来たって感じなんで <laughs> まあなかなか。<laughs> いやチェダクのストーリーを聞いてないとなんでバンコクかっていうのがみんなわかんないと思うんだよね。やっぱり。確かにうん、俺,俺はほら最初からかかあの高校生ぐらいからのストーリーを話を聞いてるから、そうすると筋が通ってるからさ。<laughs> そう <laughs> そんな,感じなんだ、ね。確かにそうです。はい。皆さん知らないですね僕うう。まあ今日でもほら。<laughs> はい。で今日はチェダクなんかお話があるということなんですけど <laughs> <あ>。<laughs> はい。 はいそうですね、一応なんかやっぱり、あのーまあ、もちろん今、自分がやってることをというかな、なんて言ったらいいのかまずシンプルにあのー、思ってたのは、ちょっと大佐の YouTube をどうにかして、あのー、もっとバズらせたいなってと思ってて、<laughs> 僕が勝手に、ごめんなさい、勝手に思ってるあれなんですけど、うん、でもあの別に大佐がどう思うかとかっていうのは、ま、ず全くなくて僕の、僕の勝手な気持ちとしてはそれ思ってて。結構、はい、あの はい、でその中で、あのまあ、ちょっといろいろ聞いてみたいこともあったりとかはするんですけど、例えば大佐の、退社の目標値だったりとか、まあ、もしくは今後の人集めの部分だったりとかもそうですし、あとはなんか、まあ、最近切り抜き流行ってるんで、退社も切り抜き、まあ、そその職人みたいな人とかうん、うん、がもしかしたら視聴者から出てくるみたいなことも。まあ できたりするのかなみたいななんかやっぱチャンネル登録者数増えたりとかすることによっていろいろとできることも幅が広がってくるのかななんて思ったりとかしててでうん、うん、まあその全体の部分でそのどうやって伸ばすかっていうところを <laughs> はいお手伝いできたらなーなんて思ってもああったんですけどまあシンプルにあのちょっとご無沙汰してたんでだいぶちょっとまあまずお話できたらなみたいな。いやなんかね、はい、最近ねそうだね最近ようやくこう。 人が入ってきてラーメン屋さんも増えてでこうまあ今日なんかもあの本当はね仕事なんだけど結構もうバイトの子たちがあのちゃんとこうシフトというか慣れ,慣れ始めてもう2週間以上経ち始めてるんでまあほらその一番今難しいポジションをやらしてる女の子が今ようやくこう独り立ちできそうになってきててそうすると今度ほら自分らの比較的時間が増えてくるっていうか。 はい、でまだこれから2人ぐらいあともう2人来るんだけどでなんかね今あの事務所を新しくあの、まあ、会社の事務所と寮を兼ねて新しい物件借りたんですよでそこになんかインターネットが23日前にようやく入ったのね <laughs> もう借りたの1か月ぐらい前に借りてんのになんだかんだなんだかんだでいろいろ問題があって。 ようやくインターネットが入って、で、さらに机とかも来てみたいな感じで。で、で、で,で、なんかね、その、僕考えてるのは、なんか自分がなんで YouTube やったかっていうのも、なんと、その、どういうもんなのかなっていうのをほら実体験してみないと、これを使ってああだこうだするとかっていうのは、やっぱ思いつかないじゃない、自分がやってみないと、どんなもんなのかなみたいな。はい、あ。 それのなんか実験的な意味合いが結構あのありますよねなんで自分の, <laughs> あの再生回数とか登録者数を増やそうっていうのは一回も今まで考えたことがなくて <laughs> とりあえずやってみたらどうなるのかなみたいな程度で始めたんですよであとやっぱりそのネイトくんとか横で見てるとね,ねネイトくんってなんか元ホストでさホスト辞めて YouTube わーってこう YouTube ブワーって集中してやって8000人ぐらい登録者い,いるんだけどやっぱ彼と横に一緒にいて話したりとかいろいろ行動を観察してるわけよ毎日ね仕事も、まあ、もちろん彼仕事もちゃんとし一生懸命やってるんだけど見てるとね多分ねあそこまで情熱をつぎ込めないっていうの <laughs> わかりますちょっっっと待待てて一瞬はい ああごめんなさいすみませんなんんななかか中継中継ねすごいやっぱり若いっていうのもあると思うんだけどそのこのこ気合の入れ方っていうんですかね <laughs> だからあこれでが要するにチェダ君がああこれ多分途中でプッツリったらもうやる気たくなくなるなみたいなわかりますこの大変だと思うんだよ <laughs> これってすごい。<laughs> <laughs> だからね今日もね配信どうしようかなと思って考えててねえあ,のまあなんか明日のいつも宮内ジョージとやってるのはまさておきねもうねずっとこの今週もずっともう3ヶ月ぐらいやってるんだけどもなんかそろそろあのなんかちょっとち違うことも試みようかなとかって考え始めててでちょうど瀬田君から「ズームミーティングできませんか?」って来たんで。 あんでこ,このタイミングで超いいじゃんとか思ったんですよ今回ね、はい、なるほどなるほどなるほどだからこれってその何ていうのかなほらチェナー君も前多分言ってたと思うけど全員 YouTube やるべきだみたいなこと言ってなかったっけそのそ,うです、ね、そのだからリオくんとかと一緒でしょ多分考え方がみんなやった方がいいんじゃないのみたいな感じてるじゃんでもねこれねすごい難しいと思うんだよねやっぱ継続していったりするのとか うん、なんかこうシャワー浴びるような感覚にその日常のライフスタイルに組み込むぐらいのことをだって毎日配信とかしてたわけでしょ世田谷君。だからそういうのを聞くとこれって結構すごい大変な労力というかちゃんとかで,で,でやっぱりその戦略を考えてやってる人と多分やってない人とい,いっぱいいると思うんだけど。 やっぱりネイト君とか聞いてた話聞いてるとちゃんといろいろ考えてるんだよね次どういうふう,いう風に次やろうかみたいなでしかも彼のみたいに今までの動画とか全部消しちゃってもう一回ゼロからやろうとしてるからさ横で一応見守ってるんだけどまあ俺ができることって言ったらなんか環境のとか作ってあげることとかなんで今さっきネイト君ツイッターでツイートしてたけど結構今事務所がようやくこう机とかも来始めてでインターネットも入って みたいななんか来た日にベッドもなかったっていうね <laughs> こっちの手,手違いで, <laughs> で23日なんかソファーで寝てたんだけど、うん、そうなんかベッド買うのに何かマットレス買うの忘れたとかわけわかんないこと言って。<laughs> うん だからなんかそう,な,、ね、そうなんですよねでもう一個今ちょっとチャレンジしてるっていうのはなんか俺の中でなんか俺の周りに人いる人がまあ今だったらワーホリの人たちも含めて誰かしらバズればいいんじゃないみたいな考えがあってでやっぱり一生懸命やってる人にこうく小判ざべのようにくっつく方が <laughs> <laughs> 楽なんじゃないかっていうねちょっとすごいずる賢い考え方もあったりとかしてまして。 うん、やっぱりなんかあの勢いにはちょっとすごいなっていうなんか横で見ててなんか学びたいなっていう思いのがある,あるかななんかどういうふうにやってんのかなとかすごい興味がある、ね、なんかねやっぱりツールを使いこなしてる人たちってやっぱすごいなと思うねそのアプリケーションウィンドウ s マックにしろね何でもいいんだけどもその、まあ、動画編集でもいいしねえなんか 音楽編集のソフトでもいいんだけど、うん、すごいすごいよね。なんかでしかもみんな20代だからさ、もうついついていけないわけじゃないんだけども、なんか横で見てる方が楽しいみたいな。やべえなこれは <laughs> と思うん。なんかね今そのあとさみんな若いからすごいんだよね。なんかこの前もうちほら定月曜日定休日なんだけど。 なんか月曜日の、ね、夜の8時ぐらいにいきなりそのうちの寮,寮,寮,寮なんだけどそのうちの,場、まあ、あの泊まってる寮みたいな事務所兼寮みたいな感じで4つ部屋あるんだけどそこのまあ仕切ってるオランダ人がいるわけよ寮長ゴー・ハースト君っていう、まあ、で彼がいきなり突然ね <laughs> 今からスタジオに録音しに行くぞとかって8時ぐらいに言い始めて俺,俺,行かなか俺は行かなかった休みの日だったから行かなかったんだけどそしたらそんでもう,うちの,あのワーホリの若い3人連れて。 自電車で1時間ぐらいかけてなんかスタジオにロックオンしに行ったわけよで,で,で,で5時ぐらいに帰ってきたわけよ朝のね火曜日のねでその1人のその次の日に、まあ、早い子は 10, 10時とか12時から仕事なんだけど <laughs> まあなんか5時間4時間しか寝てないんだけどでも全然なんか朝あったらあ全然余裕ですとかって言ってたけどねやっぱ若いってすごいなと思って。 <laughs> でそしたらねその日の12時ぐらいにそのみんなが作った音楽がさ完成して送られてきたわけよ俺のところに <laughs> その音楽がマジなめてんだよねちょっと聞いてみるはいお願いしますっだち,ょちょっと待ってねちょっと待ってねはい。<laughs> なんかそのこんな曲ができてきたんだけどでね俺もちょっと音楽のことそ、まあ、オランダの音楽のことよくわかんない,い,いんだけどそのゴーハーショ君っていうのはほら前にも言った500万再生を叩き出したラッパーなんですよで。やつが言うにはこれはもうマジで大ヒットするって言いまくってるわけ昨日この2日間。でも俺,俺は ちょっとよくわかんないね <laughs> ちょっとそれ聞いてみて。 こんな曲なんだけどさっきのこれ <laughs> ひなのちゃんなのねあのね<え>おはようオランダみたいなマリ私はなんかマリファナが好きですみたいな <laughs> で次のやつがネイトくんなんだけどなんか どうすかねこれ <laughs> あのー、めっちゃいいと思う対策対策対策これ pv ととりませんがとるとるとるなんかね9月6日に pv とってなんかなんだかんだよなんかごファースト君が言ってたんだけど一応これこれをまあ俺の計画ね一応俺の youtube 計画ねあのー、まあ今回ワはホーリーの子が5人来てあとうちの息子も入れて6人になるのね でその6人でおてんばっていう名前のグループ名にしようと思っててで俺そのその服のブランドみたいなつを作ってるわけよもうロゴとかも全部ほら俺パーカーとか着てたじゃんよく着てなかったっけ、はい、まあまあ洋服 <laughs> おてんばってブランドの洋服とまあ、しかもその6人組がでなんかいろんな YouTube をやらせようと思ってるのね面白いことをでさらにとりあえず一発目だからっつってこの音楽を作ってみたわけよ <laughs> うんででも、なんかそのこれ日本語的に聞くとなんかふざけてるんだけどオランダ人が聞いたらどうなるかっていうのはちょっと面白いなと思っててそオランダ人が捉える日本語ってあるじゃないですか彼らの意味わかんないわけじゃんマリファナぐらいはかると思うんだけどオランダとかマリファナとかはわかると思うんだけど、うん、はい。面白い。 バズるーがめっちゃバズりそうな気がします、はいうん、いやなんか PV と、うん、まあだからそ,それでそのそのこの6こいつこの,こつこの彼らがオランダでどう映るかっていうのもちょっと見たいなと思っててさ、うん、だからその今俺がやってる YouTube が実はこういうのに今進化してるわけよ。 えうんで,でやっぱりその再生回数っていう点で見るとやっぱミュージックビデオが一番だと思うので、ね、んでかって何回も見るじゃんみんなだから俺は音楽に進みたかったわけずっとでほらずっとラップやりたいみたいなこと言ってたじゃんその一つの答えがこれなのねなるほどっていう音楽作ってでしかもこの「マリファナが好きです」みたいなのがこれもしバズったらさ日本でバズったらさ 日本語で思いっきり言ってるわけじゃんマリファナが好きですとか言って <laughs> <laughs> え。え <laughs> めっちゃいいや。日本語がわかるストーナーに受けそうですねとかっつって。ねえほんと。そうなんですよかかかおてんばっていうのはそうオランダ語が由来だって言われていてで一応そのあの。 なんかおてんばな人たちを集めたっていう意味でおてんばっていうチームで、で、さっきの曲のタイトルもおてんばってタイトルなんですよね。ね、うん、おてんば、おてんばなんです。まあまあかっこいいでしょ。 これがだからオランダで流れちゃうっていうのが <laughs> そのまあ多分その視聴者を日本じゃなくてこれほらオランダ語の歌だしで字幕 PV 作ってなんか字幕は日本語にするとか言ってるんだけどもうなんか6日の日に撮影の段取りができてるらしいんじよねよかわかんないんだけど <laughs> いやいやいや,いや <laughs>、うん、だからこういうなんか音楽 となんかないかなみたいなのをちょっと模索してる段階なんですよ <laughs>、えー。すごいわ。あなるほどですね。うん、めっちゃ面白いです。だからそういう歌詞も面白くてふざけてて <laughs> でもなんかオランダ語の歌詞はすごいちゃんとした歌詞なのね、これ。あ <laughs>、うん、すオランダ人が聞いたら多分ビビるレベルの歌詞なわけよ。<laughs> 多分なんかちゃんとリリックとかもフローとかもできてるのね。<laughs> 俺英語でしか俺は聞いてないから意味は。 じゃ結構いい意味なのねそこにあの「オラン・マリファナが好きです,きです」っていうの <laughs> 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 まあ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 僕、まあ、真面目に歌ってればそれも真面目なことでいいと思うんですけどだけどその <laughs> ねその500万再生いったゴーハースト s 君が「それよりもバズる」って言って言リハルは今日「<laughs> 本当かよ」とか思うんだけど<ー>うんなんかそういうこういうなんか音,音,音楽家 的な攻め方っっていうのをちょっと考えてます<ー>僕としては、うん、なんか喋るコンテンツとかもまあ面白いとは思うんだけど、うん、ですねなんでまあちょっとかなんか僕なんかが演じるよりもそのなんかいろいろ考えて6人の若い人たちに頑張ってもらった方のがなんか面白いコンテンツできるんじゃないかなと思ってて。 で結構ほら何て言うのかなそのうんま簡単に言うとエネルギーのかけ方っていうか若いしその何て言うのかな熱量がやっぱりみんなすごいほらねあるじゃないですかこっちに来てなんか一応みんなほら動画作って応募してきてっていうこう。 みんな気,気合いが入ってるから、何でもやりますって感じなわけよ、すごいこう。あの、何、何でも新しいことをチャレンジするっていうか。いきなり二日目に髪の毛切られてたからね。<laughs> なんか、その。ごはんそくの弟が、なんか、ヘアサロンかな、なんか、部屋、なんかバ、ば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 、なんていうの、部屋。髪の毛切る人なの。だ、ただで切ってやるよとか言って、か、から、か <laughs> られてたから。<laughs> いきなり現地仕様のカットになんか。ええ。 いいででですねめちゃ思うにはねなんかね人数集まればなんとかなんじゃねえかなっていう期待もあるわけよ。ははいい今はまだ3人だけどこれが6人になったらなんか適当になんか新しい勝手に生まれるのかなみたいな感じをしてるんですけどだからなんかそこにたまに俺登場みたいな。っていうのを考えてたんだよね。 いいいすすねすごく、うん、なるほどフィクサーみたい実プロデューサーみたいなノリで <laughs> まあ何回かに1回ぐらいこう登場してみたいなのを考えてたんだけどあとはその YouTube をやるのと、はい、あとなんかやるのもやっぱりそのオランダ向けも一応意識してるのねだからそういう意味ではこういうオランダ語の歌使ったりとかしてやっぱりオランダに日本人来てますよっていうのオランダ人の人たちにも知ってもらい。 じゃないまあそれがまあ最終的にうちのラーメンキングダムの売り上げにこうこうなんか連動してくると最高なんだけどあだから「えあのチューチューブの,のやつらがリアルで見えるラーメン屋さん」みたいな。<laughs> あ<ー> <laughs> わかりまっていうのはね前ね俺もこの前日本人の人が来て「あっ YouTube で見た人にリアルで会えるなんて思ってもいませんでした」って言われたわけ俺。 日本人の人のに <laughs> でそこでヒントわっと思ったわけピコーンってきてこれだと思ってうんあこれオランダ人バージョンやったら面白いなと思って間違いないですね確かに確かにああそっかあいいですねう <ん S 2> そうですねそれ超かっこいいな面白いですねいやなんかいろんなやりたいアイデアあるんだけどなんかやっぱりこう行動力が伴わないからさな<う>んかさ <laughs> <laughs> うん、例えばさ、あのなんかこのプロモーションビデオとかもね、<laughs> 俺ねあの、ひなのちゃんに花魁の格好させて、レッドライトの,あの赤間の中に入れて撮影したりとかしたかったわけよ、わ <laughs> かる <laughs> ちょっと面白いでしょ、花魁がなんでレッドライトみたいな、ちょ,ちょっと分かります、そういう、そういうのもやりたいんだけど、どそこまでちょっとこう、実力がないというかさ。うんえー うん、ああなるほどいやいやいやでもあ今コメント来てましたそうあの「アヌさんが会える YouTuber いいですね」そうなんだよね本当に、うんね、会 YouTuber は絶対ありだと思うんだよね確かに確かにコンセプトがね、うん、本当に新しいしでしかもみんなそれぞれが、まあ、インフルエンサーみたいな形になってうん、うん、今なんかさ、ね、ようやく Twitter とかでもなんかちょっとまあまあ認識度が上がってきてるからなんかもうアムステルダ日本からアムステルダムも行くならラーメンキングダムも行こっかなみたいなところに入ってくる 来始めてるかま,あまだ分かんないけどまだ,やっぱ知らまだやっぱり知らない日本人の人来た時もやっぱり知らない人も多いんだけどああこの前さそうそうすごいなんかインスタグラマーの人が来てなんか世界あれなんんだっけシャオさ世界一周してる夫婦が来て日本人の若い多分20代か30代ぐらいなんだけどこのコロナの最中に世界一周してますとかって言って。<laughs> たまたまなんか見つけてきてくれて、<laughs> 来ててくれて何6カ国目22カ国目でオランダに来たって言ってで、その人のインスタとか見たんだけど、すんげえいけてんだよね、なんかあのイタリアのピサのシャトーとか言って、こんななって、ほらピサのシャトーで写真撮ったりとか、こ,っちからこんななって。うん すんごい夫婦でしかも仲よさげで写真撮りまくっててしかもその写真の奥さんが写真なんかインスタやってるんだけどその写真の構図がさもうやばいわけよこのなんかすごい計算されてて何この人たちっていうそれ後で知ったんだよねその,そのシャオさんに教えてもらったんだけどはいまあ一応もう繋がってもう行っちゃったのもうアンさんいないのもうあとでちょっと送っときますよああわかりました,あましたあお願いします すごいなんかそういう人も来たりしてました、えー、いあとねあと最近ねあのラーメンキングダムに飾ってある絵をドラゴンボールからワンピースに変えたのねワンピースシリーズに突入したのねいよいよ、えー、そしたら、えー、もう何がやばいかって写真だけ撮りに来る客がいっぱいいるの、えー、<laughs> ラーメン食えよみたいな大体みんな食,食いながら撮ってるんだけど うん、でもほらなんかお店最近んか売り切れとかさお店終わっちゃった後とかにも片付けしてる最中とかにも「写真だけ撮らせてください」とかって言ってくる人がいて面白いと思ってい、うん、なるほど面白いですね本当と大佐のお店って本当にインスタグラマブルなコンテンツ「マリオ」が店頭に立ってたりとかそう,そうだよね 筆の絵ですかそう筆のなんかねな,な,あのなんかあれなんだっけな葛飾北斎じゃなくてなん江戸川南斎っていう面白い人がいてたまたまなんかビッグサイトで知り合ったのでなんかビッグサイトでなんかのなんか個人の,あのそういうアーティストが自分のブースを持ってなんか自分の作品をなんかあのコミケのアート版みたいな。 コかります。はい、コミケは同人誌じゃんそう同人誌じゃなくて自分のアート作品をわーって売るみたいなので、ね、その個人のアーティストが200人以上いてさそのブースを俺一個一個しらみつぶしになんか見てたのね。でちょうどそのラーメンキングダムなんか飾りたい絵があるこういう絵が欲しいなと思ってたところにその何歳さんと出会ってで何歳さんにこういう絵は描いてくださいっつってずっと発注し始めてて。もう、 なんだかんだだか結構発注し,してんだけど一応なんかああのまあ、コロナの最中はあれだったんだけどあの四半期ごとに絵を変えてて、えーうん、で最初「ドラゴンボール」シリーズから「まあ、ドラゴンボール」とかやって今この「ワンピース」シリーズになって、うん、すげえ面白いなんかこうギャラリーみたいな感じに,なにもなるラーメンじゃないですねもはやもはやな, <laughs> もはやないやいや,だか,いやだからその <laughs> ラーメン屋っていう概念じゃなくてその何て言うのかな俺が最初に思ったのはやっぱディズニーランドっていうそのねアムステルダムってディズニーランドみたいな場所だからだからアトラクションみたいなやつを,かんをどう考えるかみたいな体験なんだよねその結局エクスペリエンスが大事みたいなもちろん味も大事なんだけどだからその,その体験をユニークなもう世界でここでしか味わえないユニークな体験をさせるっていうのが。 必勝ポイントだよね。面白いわで<ー>普通いや別に作戦、ねうん、まあ褒められてもあれなんだけど、うん、<laughs> あの俺ってトとしてはなんかまあ別に普通のことやってる感じなんだけど、うん、で,で今ほらなんかねんかホテルをやろうって話が出てきて。 あでなんか昨日ね初めて交渉したんですよね、その大家さんに。ほほほうほうほう,ほう,ほうあそんで、まあなんかいけそうなんだけど、ちょっとちょっといろいろ障害もあるかなみたいな、だから一筋縄ではちょっといかないなって感じなんだよね。まあやれる、やれないでいったらイエスなんだけど、うん、だからそこにあえてや,るやろうか今、迷ってんだよね40部屋40ベッド40個あるんだよね。はい うん。なるほど。うん。なるほど。あれ。僕がタイトルしか見てなくて、あの動画の中身まだごめんなさい、見てなかったんですけど。はいはいはい。あれ、その。要は。どういったかなんかで、ね、はい、日本人のタイマス人専用ホテル、ユースホステルみたいな。あ。 <laughs> わかりますもうか名前も大も麻ホテルでも何でもいいんだけどまあそれだとちょっと直近すぎるから <laughs> あれなんだけどあの <laughs> そのグリーンホテル <laughs> まあ何でもいいんだけどそので要はあのオンライントラベルエージェンシーとかだからブッキングドットコムとか一切使わないでもう直予約のみで <laughs> ちゃんと SNS とかブランディングしてやったら。 どんぐらい客泊まりに来てくれるかなみたいなあ<ー>まあ値段もじねもう値段もだからまあなんか1週間399ユーロとか考えてんだけどああなるほど、うん、ああでもリーズナブルじゃないですかすっごくラ段ベッドで大体5050、えー、50ぐらいが今こっちのなんかユースホステルの相場なんで、うん、それよりちょっとプレミアム乗っててもいいかなみたいな 日本語だしっていう感じなんですよ、ねうん、ででもまだまだまだこれから話したり内見したりとかいろいろやんなきゃいけなくて、うん、ちょっとでも難しい分かんない五分五分かな今のところちょっと感覚的にはあーなるほど、うん、でもやっぱレストランやっててホテルやってるって結構王道なのね「ほれか」って言ってさ「ホテルレストランカフェ」っていうふうに言うぐらいなんだけど<ー>うんはいはいはいでホテル始めるとさやっぱ何がいいかってもっとほらいろんな人たちと 広範囲に日本の人たちとリアレールインフラがっていうかそういうインフラっていうができるからうんそれは何か面白いかなと思ったんだけどうんなるほどなるほどなるほどでも考えてみたのはなんか自分の,その最初にアムスに来た時のことをちょっと思い出してみたわけよでやっぱりその不安何も分かんないみたいな状況でもうそういうのがあったら止まっちゃったかなって思ったのね <laughs> なるほどでなんかそのそこの、ねはい、泊まる人たちが、ね、いろいろこう評価してくれればレコメンドしてくれればみたいに広がっていく感じじゃないですかあんまり海外だから悪いこと言わないと思うんだよね日本の人もねうんでさらに言うとそのホテルに泊まることはむしろどうでもよくてアムステルダムを売りたいわけ俺としては。 ディズニーランドだってそうだうディズニーランドのホテルなんかどうでもよくてさそのニュワンデーバスにホテルついてるみたいな感じじゃないそれよりも何でアトラクション乗るの方が大事じゃないだって確かに確かにだからやっぱりそのアムスのホテル業においてすごい大事だなと思ったのは結構そういうアトラクションの開発要はそのツアーとか <laughs> だからホテルはほんとほんとマジ安い料金にしてそっちを ななんんんかかか充実ささせたいんだよねなんかボーートツアーとかさスモークボートツアーとかーんみんなで大麻博物館行こうとかわかんないけどそういうコーヒーショップ巡りとかそういうのがいいんじゃないかなと思う、はい、なんか昔に戻るじゃないけど昔ってパッケージツアーみたいなやつが流行ってたわけじゃんすんごい昔はでも今だったら誰も使わな、ね、自分でほらブッキングドットコムとかでね予約できちゃうし飛行機のチケットとかも。うん タイってそういうのないの,その日本人集まってるそういうあ,ありそうじゃないなんかもうもはや存在してないのかな<ー>多すぎて多分あると思いますけど、うん、そうですねなんかなんか自分が今泊まってるホテルとかホステルとかもなんかその日本人系のホステルで、うんうん、そこまあよく日本人の人がここに来てたりとかっていうのはありましたねうん、うん、はいそうですねだから今何,いにい今何そこのリビングルームみたいなとこにいるの そうですね。ホステルのリビングみたいな感じのところですね。な何人ぐらい泊まってんの今そこ。えっとここも今実は運営ができないので、自分が、うん、そ今倉庫として友達が借りてて、でそこに人もうそこの一部屋に何か滞在してるんで、<ー>お客さんっていう形で滞在してるわけじゃなんであうう、ね。あそううあそいなるほどねなるほどね。ね、はい、あじゃあ今もコロナの最中でそれどころじゃないってことなんだね。ねもう今はそうですね。うん、もう本当にお客さんあのホテルはホテル業多分影響できないのかな、うん。ああそういうことか。ああはい。 まあだから、でもそうなんだよね、だから一つリスクとしてあるのは、またコロナがぶり返してきたり、なんかいろいろ、まあでも、もうも、うもはや元には戻らないかなっていう気はするけどな、ただ、ね、でも圧倒的に日本からとかって、はもうめんどくさいじゃん、PCR 検査したりとかさ、しないと来れないじゃない、今。 だから、そ,ね、その辺のタイミングとかも難しいよね。だから結局なんだかんだ言ってやっぱり半年とか一年がかりのプロジェクトではあるんだけど。その交渉に多分すごい時間かかるかなっていう感じがしてて。うん、なんかちょっとよくわかんないんだよね。その辺のその権利関係とかも今。ちょろっと聞いただけなんで。は,あ、はい。はいはいはい。うん、なるほど。なるほど。そっか。え、対策逆にタイ、あ、までもそうだよな。アムスのほうがやっ。そうだ。 アムステルダムのこう PR じゃないけどを、まあねみたいうん、でもなんだかんだ言ってそのさ日本からもやっぱ来てるんだよね観光客の人をねなんか1日1組ぐらいは会うかな、えー、多分俺が働いてる状況で全然その観光で来ましたっていう人。 ラ屋さんに来るっていうので、えーうん、そういう意味では何かよ立ち寄ってくれてすごいありがたいですよね。んかね,うね俺もその時に深い関係になりたいななりたくないなみたいのがあってなんかその自分の中で <laughs> <laughs>、うん、でもその2人組でね世界一周してる人たちはもっと話聞きたかったなと思って、うん、今考えてみたら。 本当面白い人でもいっぱいいますね。でもそうなんか、うん、でも日本人の人でも,、うん、でもそうだね。でもまあやっぱりほら日本からバンコクに行くのとさ、アムステルダムに行くのの気楽さが違うからさ。確かに。<laughs> バンコクなんかちょ,ちょろいじゃん。なんかまあ長い六時間ぐらいだっけ飛行機。確か六七時間だったと思ん、ね、んなそんな遠くないし、ね、気候まあ時差も美味しい味ね、飯も美味いし、値段も安いし。うん。 だからそれ 2>, 2時間しか多分日本と変わらないんだよね。うん。うん、だそれ考えちゃうとねやっぱりヨーロッパ遠いよね。だからどれぐらいの需要があるかちょっと読めないっていうか本当にその稼働率がどれぐらいいくかがすごい大事だからそれがねどんぐらいで回るかみたいなやつを計算しないといけないんだよね。それ読めなるほどなるほどそっかー。 でもそんだけ部屋あったら部屋丸ごと貸しちゃうのもありだよね、月単位で <laughs>。そしたら一応ほら、あんまり稼げないけど、一応ある程度利益は出るっていうのもあるよね。なんか十、はい、何部屋あるから、確か。十七部屋だったかな。そ、うん、したらなんか10部屋ぐらい貸しちゃってもいいかもしれない <laughs>。確かに、確かに。で、それでも最低限の固定費だけ抑えて、抑えてとかもすごいキープして、でそれプラスアルファで、うん、そうそういうのもできるかなとか思ったりとかして。うん でもわかんないんだよねその、うん、だからその家賃が発生して、分ね、そね、俺が借りなきゃいけないわけ、ホテルを、多分意識で。マネージメントも全部やるみたいな、多分方式になると思うんだね。そうすると、最初に家賃を毎月払わなきゃいけないから、それがすごいリスクとしてはでかいかなって感じ。うん、なるほど、なるほど、なるほど。そっか。でも、面白そうですね、うん、ホテルも、アブスのホテル。うんうん 今コメントがタイの一部検討したのですが、王告じゃないとタイは許してくれなさそうだったんで、うんそのへちなど安いんで、タイランドエリートあーありましたねタイランドエリートなんか200万ぐらいで5年のビザが買えるみたいな。もへうへえ。菅原さん、はいありがとうございます。そうだよね。うん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 。でもなんか。 いきなりなんか移民しないで、なんかこの前、ロッテルダムの亜美さんが言ってたんだけど、なんかとりあえず、なんか2、3週間の長期で来て、お試しで住んでみるっていうのは、すごいいいと思うんですよねどう思いますう。そう、ま、う、あ、ん、まあ、まあ、そうかな、やっぱ1回、2週間ぐらい来てみていいかなと思います。その後に 2>, うん、2週間ぐらい、2、3週間、やっぱりいてみてで、それでっていうのがいいと思います。うん、いきなり何も知らないで、合報国移住とか、いきなり移住っていうのをちょっと、うんうん、どっかなって、<も>来た後に決めたらいいと思う。でも,でもね、亜美、うん、さん夫婦ね、ご夫妻ね、なんかあのジョージアに行ったこともないのに、9月2日かなんかに引っ越しちゃうんだよね。でも、ジジョージアって結構、 物価ととかかか安かったり物価も安いですよね絶対にちょっと行ったことないから何とも言えないんだけど、うん、そのどんぐらいの人が英語喋れるのかとか, <laughs> あ,か <laughs> あとなんか停電があるのかとかなんかああ<ー>、うん、なるほどでも今ほらジョージやってすごいいろんなあの日本人も含めてあのエキスパッツの人たちをよ呼んであのなんか最初の何なんか1年間とかは 所得税いらないとか、そういうプランを立ててるんだと思うんだよね。うん、あと、誰も行ったことないっていうのがすごい、まあ、ツイッターとか見てると何人かいるんだけど、でも亜美さんみたいに情報発信する人が行くと、多分またそういうジョージアのね、現状も分かってくるっていう、その、だから誰も行ったことないところに行って、発信、情報発信するっていう、<laughs> それも面もいですね。うん、あそういういのとか 分いいかんない。そうか。なるほど。すごいですね。うん、でも、なんか、彼女たちも、その、いきなり行っちゃうのか。なるほど。うんうん、まあまあまあ、はい。ゆいゆいといいですが。2週間とかのテスト生活、テスト足りなさそうです。まあ、2週間すれば、まあ、とりあえず、好きか嫌いかぐらいは分かると思うんですけど、ね。そうだね。うん。2週間いると、なんとなく分かるよね。その。うん。うん でも実際にやっぱり生活してみるっていうのとはもうまた大きな違いがあるよね、長期っていうかまあ2週間ぐらいの滞在とそのずっと住むとなると、いろんななんか電気代払ったりとか、インフラも確保しなきゃいけないとか、なんかそういうね政府の登録しなきゃいけないとか、そういうめんどくささがあるからね、実際住み始めるとほら、税金も納めなきゃとかさ。 保険どうしようとかお医者さんどうしようとか,とかそういう話もあるし、うん、言葉もありますしねやっぱりあなるほどジョージアは物価は安い英語は若い人は話せる人多いけどそれより上の人はあんまりないみたいですなるほどね、うん、じゃあ結構ブルガリアとかと似てるのかな,な多分、うん、あ<ー>なんか最近大体わかんないまあそういうジョージアとか EU より外の国にはちょっと行ったことないから分かんないけどまあトルッ イスタンブールもそれなりに英語通じたし、えーうん、なんかまああんまり、えーうん、難しくす、うん、ですねでも実際なんかご実家であの,あのいえー、っと店舗とかやられてるみたいなんで亜美さんは、うんえー、ですね でもお店ねできなくてヴィンテージショップもじゃあ大変だよねまずコロナ待ちって感じなのとりあえずはその準備期間ってねまあ、あとはもうオンラインでもうやっていこうかなっていう感じ、うん、タイの人ってオンライン使うの、はい 結構やっぱ若い人たち、まあ、ちょっとそのまあヴィンテージの洋服とかでも、例えばストリートファッションとかだったら若い人が好きで、例えばハーレー・タビットさんだったら50歳ぐらいの人が好きでとか、うん、で、その、S、使う SNS は違ったりとかするんです。例えばフェイスブックが主流だったり、Instagram、はいはい、が主流だったりとか、違ったりはするんですけど、結構あのオンラインでの買い物とかも、今最近はあの、まあ、やっぱ発達したのかなと思います。うん、コロナでやっぱりもうちょっといろいろそれをしなきゃいけなくなってるのもあると思うので。 うちのなんか、うん、うちのなんかオタキングの2軒隣3軒隣にもともと自転車レンタル屋さんだったんだけどなくなっちゃって今ねまたヴィンテージ洋服屋さんになった。<ー>でこのうちの通りってもう一個すごい有名なヴィンテージ4店舗ぐらいある洋服屋さんが1店舗あるんだけど、うん、結構だからなんか流行ってるみたいだね。 サステイナブルファッションってですかねあそういうことかああなるほどサステイナブルに絡めてきたのか SDGs なんだそういうことかそうなんですよ何かビンテージに気づかなかったんですけど確かにそうだねやっぱはいまさにそうだなってだから意外と結構あの一周回って最先端なんじゃないと思ってたりするん一周回って最先端んか個人的にはんかそのビンテージとかその 中古の洋服っていうのはあんまり興味がないからあれなんだけど、うん、ね人によってはね結構そこもなんかうちの社員はなんかすごい値段高いとかっていう文句言ってたけどでも結構人入ってるからあ、えー、見てみたいなもう,もう一回戻りたいなと思って、うん、たまにいいですか <laughs>、ね、だね。 ジジョージアは断水停電よくはきますなるほど <laughs> まあでもそれ言ったらタイもそんなもんかなたまにあるっていうんでやっぱりまあ、うん、その意味だと、まあ、でもでで外とか見るとやっぱりもうあの電線とかももろ丸出しなんですよラみたいなそうだよねタイはね景観 <laughs> <laughs> とか無視だし傘さしてたら何な,なら当たりそうなぐらいなんです、うん、<laughs> だよね、うん 結構そういうなんか電気関係とかはなんか多分プラブリは多いのかなってイ,インターネットはどうなの早いのタイって <laughs> よくわかんないけど <laughs> あ。えっと、今でも問題なさそうですよね。ちょっと遅いかなって思ってするんですけど。えー、確かに。そうですね。タイタイインターネットってにプロバイダーみたいなのは前は。 なんか今は AIS っていうのが多分 AIS か,な A か聞いたことあるなあはいそれ携帯電話ってこと携帯のそうです、ね、キャリアってことなんで携帯多分両方やってると思います多分うん、うん、英雄的なノリなのかな英雄、うんまあ、とかソフトもどこもソフトも見られてな <laughs> いってやつもそうですねあチェダーさんがタイに移,住し移動した経緯とかはとかって聞いてますよ <laughs> ああえっとそうですねまあ一応その、まあ 中学からの幼なじみの友達がいて、でまあ、その友達がビジネスを自分でヴィン,ンテージのお店をやるってなって、一人でやるってなって、独立するタイミングで、まあ、自分も面白いこと一緒に彼としたいなと思って行くっていう感じになって、できました。はい、あれでも、チェダー君がカナダに行くときに、その幼なじみはバンコクに来たんでしょう そそうですそうですですってことは結構もうタイにはいるってことだよねううもう5年ぐらい4年丸4年ぐらいいるのかなあじゃあもうタイ語もペラペラな感じだあそうですねもうああすごいすごい、はい、ああでそこで今じゃあ新たにあの起業するみたいな感じでじゃあそれ一緒にやろうみたいなノリなわけですね,ですねあいいじゃんいいじゃん、はい、いいじゃないですか、はい、じゃあそれまでなんか彼は4年間どんなことしてたの えっとまあ、こっちでその、まあ、荷物の運送,運,送運送っていうか、輸出関係の仕事とかやったりとか、はい、あ,あとは大学生やったりとか、うんうん、語学学校行ったりとか、そうですね、まあはいろいろやったりとかしてじゃあ、起業するのは初めてなんで、今回そうですね、ちゃんとするのは初めてです、ね、うんうん、これが。 なるほどね、okay、簡単に言うと、そうか,か、そでも、ね、えし,ばらえどしばらくいるつもりなの、なんかタイってなんかどういうビザで行ってんのなんかあんの,その、えっと、半年ぐらい入れんの ででそれでちょっとまああのー、なんかビザのエージェントの人にいろいろ話をしている最中でまあ<ー>ちょっとど,どういうふうになっていくのか自分も分かんないんですけど何ん、うん、かしらビザはどうにかしてくれるっていうふうん、なんか,なんか、うん、バンコク、まま、お金で解決できそうなイメージがいつもあるからなんか、まあ、俺らが俺らが言ってた時も確か二2週間ぐらいしか入れなかったんだけどなんかお金払ったら延長できたような。 感じの仕組みだだったよようなな気がするんだよねなんか警察署に延長しに行ったような気がするんだけど<ー>もう多分ぜもう何十年も前だから全然ルールは違うと思うんだけど、うん、なんかでも確かになんかイミぐれに行って更新がうんちゃらみたいなとかなんかなんとかなんとかなんとかっていうい <laughs> 話は聞いたかもしれないですけど、うん、ちょっと自分も全然「実はもういいや」と思ってもうまね上げしてって感じだったんで なんかもうやっぱりなんか入れるみたいですうん、もうなんもう二十年とか行ってないからもう全く想像がつかないんだよねバンコクってどんな,なのかところの方が一応中国を見てるから、ねうん、中国を見てるからあんな感じなのかなっていうのはわかるんだけど<ー>その、うん、全然高層ビルとかもほとんどなかったしね当時は、うんえー、今すごい増えてるかもそう,そういやそうだ写真とかねえられたりが行った時の だから俺が行った時は本当にまだもう全然開発途中で雨,雨季の日はもう雨が降るともう本当にあのスクンビットとかでももう膝までこう水が溜まっちゃってでタクシーとかも乗れないからバイクタクシーに乗ってもう移動手段は基本バイクタクシーみたいな。 <laughs> だからバイクタクシー乗るのだけは上手くなっちゃうわけよもうどん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 捕まえて、まあ、値段交渉してさ大体もう20バーツとか30バーツぐらいじゃん、まあ、今の物価分かんないけどでねあの俺が行った当時はタクシーっていうのとタクシーメーターって2種類あったわけよバンコクそのタクシーっていうのは値段交渉なのだからどこどこ行きたいとか言うじゃん例えば空港行きたいとかって言ったら「何々バーツ」とか言われて交渉なの。 でもメーターっていうのはタクシーメーターってちゃんとメーターってわざわざ書いてあるわけよ。は、まあ、もうそういう交渉がなくて、はい、全部メーターでやりますよっていうタクシーのこと。でタクシーメーターっていうのはどん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 出てきた時期。多分今なんかメーターしかないと思うんだけどそういう意味では。あ,あちょっとホールドの,あの友達が帰ってきたんでちょっと待って,てください。タクシー そう自分なんか全部友達の移動とか、うん、いいいろいいる。うん、何の話でしたええと <laughs> あタクシーの話でしたうん。<laughs> そうだから今、その外にいるタクシーっていうのを見たらタクシーメーターって多分上の方に書いてあると思うんだよね。かかんないか書いてあったかも。<laughs> 書いてあったかもしれない。あのピンクとか緑とかのやつですよね多分、えーああ、今はメーターに乗るってガイドブックとかでも言われてますねっていうことは、まだメーターじゃないタクシーも存在してんのかな。<laughs> いやもうさすがに20年経ったから <laughs> 20年以上経ってるからもうないと思うんだけど。うん やっぱりなんかね、俺、本当にね、バンコクはね、20代に行くのが本当に一番いいと思う。やっぱりあそこ遊ぶのは本当楽しいから、バカなこともいろいろやれるし、女の子もたくさん可愛い子いっぱいいるし、いいと思うよ、なんか、20代でのその、バンコクって、なんか、楽しそうだよね。ね結構 だからそうですねロックダウン開けるのちょっと楽しみですね。もうなんか一応月末にあの開ける予定らしいんですけどうん、うん、どうなるか分かんないんですけどあそうな,んなんで,すなんでまあそういう意味ではそ YouTube に関してはなんかそういうちょっと音楽性というかまだ分かんないんだけどとりあえずなんかみんな揃ってからっていう感じで考えててうん、うん、みんなにやらせてみようみたいな。 まあ本当に面白いのができるかどうかも分かんないけどね。うん、でも彼らはら1年しかいないからその1年以内にね何かしらのなんかその結果を出してまたその後も引き続きオランダに残りたい人たちもたくさんいると思うしまあもちろん日本に戻ってっていうのもあるしでもさすがに1年間さアムスで大麻吸いまくってたら日本に帰れなくなるよね <laughs> あー。ああ、移住しようかなってなりますよね、それこそ <laughs>、えー。うん うん、うんはい、タイはグラブもよく使われてますねっていう。これはあの、あれですか、ね、ででデリバリーってやつそうですね。<ー><タ>なんかデリバリーとかタクシーとか。あと、バイタクも多分グラブがあるのかね。ーうんそれウバー、ウバーみたいなやつあそうそうそう。同率系で同じ系です。うん。すごいし、すごいいっぱい使われてますね。そういう意味だと。グラブ。 あそそっかううだよねもうタクシーメーターなんかやんなくてももうグラブでもう呼んでここ行きたいって言ったらいいわけだもんねしかも言語もわかんないしタイ語,語も読めないしさ金も掘られないし確かに確かにそうですねそっかそっかでまあでもわかんないけどいいうどうせ相変わらず渋滞とかやばいんでしょうたぶ <laughs> <laughs> んかグ,グラブのさバイクバージョンないのバイ,クバイクタクシー版グラブないの <laughs> ある,あ,るあるのあそれだって俺も最強だよ、はい、だってさあんな、ね、だってもうバイク以外であのバンコク生活できなくないだって時間渋滞で何時に着くか分かんないしさ <laughs>、ね、だからアポ通りに行くとかっていうのはなんか普通ありえないんじゃないかっていつもバンコクだと思うんだけど確かに確かにいや本当そうですねえ地下鉄とかも結構整備されてるの今え地下鉄 あ,あれは<ー>も前もあったけど、地下鉄ないの<え> <laughs> 知らない。あるらしいあ、るあるんだ、やっぱすごい。いや、なんかあんだけ、はい、あんだけほら、なんか湿地みたいな沼地みたいなところで地下鉄とか掘れんのかなと思ってた。地 <laughs> <laughs> <laughs>、うん、盤が弱いんじゃないかと思ってた。俺、上に行くしかないのかなと思ってた。<laughs> あなんかねツイッター見るとグラブで大麻買う大麻買えるんだグラブ <laughs> <Really? S 1> <laughs> バンコクウィードで検索すると出てくるってえ,ーそ,にね、えそれ何届け,に届けてくれるってこと大麻をってことじゃないす,すごいビードマップみたいじゃん,んすごいねそれ <laughs> ちょっと怖いですけどね、だって中のクレジットカード情報とか入れてるし、あ、そうなんだ。住所 <laughs> も入れてるし、ね、名前入れてるし、みたいな。ちょっとデリバデリバリーでどんなネタが来るのかね。うん、ね、ちょっとまあ見てみたいは見てみたいですけど、なんだろう。うん。うん、まあでもまあタイミングで。でもね、多分アムスとかでさ、その放課生とかがされてさ、タイマーがデリバリーできるようになっちゃったら、ーリリーたらコーヒーショップみんな行かなくなっちゃうの。 かなそんなことないか。売り上げ<ー>増えるかな。んど,どっち、ど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 こなんですかいや、<あ>アムスで、アムスうん。なんかその、大麻、はい、のデリバリーってもしあったとしたら。ああ確かに、どうなんでしょうかね。な、うん確かね、ショックに行く必要がなくなる人も。いや、なんかほら。 今観光客にその大麻売,売るのをやめようかみたいな議論があってまあなんか結局アンダーグラウンドで売るのが増えるから多分売らなくはなあのそういう法案はなくなるとは思うあのまあないとは思うんだけどうんだってアムス からさ観光客が大麻すれなくなったらさもう意味なくないだっていや違いないチューリップしか残らないそうそ。うそうそうディズニーランド入場だけしてアトラクションしちゃダメよみたいな分かんないけどさ <laughs> そういうそういうノリだよねだってねうん何しに来たのって感じじゃなくてうん確かに確かにそうっすねまあ,あねむしろ自分もさすがにそんなことは起きないと思うんですけどそん ああまあ、一議論に上がったよみたいな感じのニュースはあるんでしょうね、たぶ、うんまあ多分やっぱり違法のものだから。まあなんで、まあちょっとそ YouTube に関しては、なんかそういう、あのなんか俺よりチャンネル登録者数が多い YouTuber が2人いるからさ、従業員に。それすごくないだ,け、うん、だからやっぱりそのその人たちが頑張った方がいいと思うんだよね。 と思いません,なんかそのたちょっと他力本願的なあれで申し訳ないんだけどいや、うん、いやいや全然全然僕もちょっと聞きたかった大佐がどういうふうな、うん、あの感じで YouTube をはいそうですね使っているのかなっていうのがあってまあだから一発なんかその、はい、お音楽っていうかなんかそのやっぱりまあどうにかこうにかして「ラーメンキングダム」の売り上げに結びつけるような方向性に行くんであれば。 うん、やっぱりオランダ人のマーケットを取りに行かなきゃだめだよなっていうところだよねああーなるほど確かに、うん、そこにどういうふうにしてエッセンスとしてそのワーキングホリデーの日本人を入れられるかなって思って考えてできたの一発目がこの曲それすごい <laughs> それすごいっすマジでめっちゃ面白いと思うし、うん、あの本当にまさに今おっしゃってた通りそりオランダ人にその日本人の存在みたいなのをアピールできるしなんか それこそ会える,る YouTuber になったらめちゃくちゃいいんそ,それとねあとね多分あるのがそのオランダ人のインフルエンサーで日本好きなやつがいるわけよそれを取りに行きたいなっていう感じだよねいいうん、うん、なるほどなるほど確かに確かにいっぱいいますもんね日本好きな人、うん、結構で多分日本、うん、こんだけ日本人が集まってるとこもあんまないからどんどん多分ね周りからも連絡来ると思うし 日本町ができます。いや、そこまではね、はい、難しいと思うけどね。うまあ、だから、ちょっと、そのどそうだね。まあ、だから、ホテル事業をやるかやらないか結構でかい、ちょっと決断になり, <laughs> なりそうかなって感じだね。まあ、わかんない、そのコロナがどうなるかがすごいでかいよね。 でまだ今ほらラーメンキングダまだ完成形態まで持ってってないからなんか2つのこと同時にやりたくないっていうのもあってなるほどなるほど、うん、こっちをとりあえず何とかしながらみたいなまあ一応なんか見えてはいるんだけどもこういうのやろうっていう,、うん、うとこですねなるほどなんか最近さすごいあのラーメン屋さんも絶好調で結構今その ま人手が足りないからスープの生産量がいつも限定で1日なんか何十杯って決まってるんだけど100杯みたいなでそれ超えたらもう売り切れになっちゃうのよ。うんで今もうなんか回転して早い時だと2時間とかで売り切れちゃったりしてこの前なんか3時半でなんかもうおしまいとかなっちゃって回転してだから4時半に始めてなんかもう7時ぐらいにはもうごめんなさい売り切れですとかって言っちゃって うん、7時半に売り切れのケースも結構最近多いかな。すごいうん、でなんかその週のなんか週末が別に売り上げがすごいとかっていうわけでもなさそうな感じなんだよねなんかよくわかんないんだよその波が、うんうん。あとその日によってその来る客のパターンが全然違うから、うん、<ー>読めないっていうかどういう状況が起きてるのか何か毎日対応してるけどうん。 とにかくすごい人、人は増えたよ、アムステルで,たす,ごいですね、うん。いやなんか夏休みはまだ夏休みなのかもしれないけど、うん、結構人いますね。うん、いいですね。なるほどなるほど。ほどだからもう <laughs> そんな感じですね今は。はい。 だから、あと今、うちのラーメン屋の席がさ、今、ちょっと、本当は12席あるんだけど、デリバリーとテイクアウトのために2席潰して、そこで作業してるわけよ。それだけでも売り上げ20%ダウンぐらいな感じなんだけど、それでも売り切れちゃうから、もう意味ないんだよな。そうですね、リピーターも多いですね、リピーター2、3割いるかな。でも、でも、一元がだよね、やっぱり。 うん、へえすごい、うん、ほぼ一行さん何を見てるんですかインスタグラムとかまあグーグルインスタでしょうね多分あと人あとバイあ,のあれが多いねそのリファレルあのリファレルっていうかその人の紹介みたいな誰々に聞いてるとかっていうのはかなりいますねもうもうなんかそのもうなんか何にもマーケティングまあ今インスタはやってるけどうんもうなんか新しいことしなくてもお客さんは 来るっていう状況にははな,、うん、なってはてきるよね、うんなんか前はほら今日一人も客来なかったらどうしようって毎日心配してたんだけどへえーうん、もう今はもう今はそうなんだけどその次のその体制を今まだほらあのまだ今ちょうど再三分岐点ぐらいなのねちょうど今の配数ぐらいだとだからもう一段階 もうあと1.5倍売らなきゃいけないんだけどそれにはその全員が揃わないとできないっていうなるほど感じですね。へえすごいっすね。こあとは今月曜日定休日なんだけど定休日をやめるかどうするかっていうお店としてはほら開けた方が売り上げが上がるわけじゃないですか。 確かにでも1日でもそれやっちゃうと全員が同じ日に休むってできなくなっちゃうわけようんだからそうするとその会社的なイベントとかさみんな集めてなんかするみたいなやつができなくなっちゃうからどう,どうしよっかなみたいな例えばその定休日は1日と15日みたいにしちゃうか毎月曜日関係なしで<ー>とかね例えばねわかる、うん、ああそれも かもしれないですね確かに,確かにとか、うん、まああとはその時間帯が関係なければみんな揃えることできるから仕事終わった後ととかうん、うん、にみんな集めたりとかできるんでそんな感じですよねなんかねやっぱこう<ー>人数がいるとなんかいろんなことできるんじゃないかなっていう気がしてきてます最近はうん<ー>でここにほらなんかみんななんか面白い特技持ってたりするんで <laughs> うん な感じです,、ね、すごい。やっぱネイトく君とかやっぱ本当に半年とかそんぐらいの短期間でやっぱ集中してコンテンツ作ってあ,あそこまで成果出してるから、うんうん、でもやっぱり1回やめちゃってるからさもうチェダー君と一緒で次再起動するのはすごい大変なの,で <laughs> その分かります <laughs> 新しい理由づけがいるわけですよ本人にも。<laughs> 一回やめてから難しいでしょ再始動するのってねもう一回あんだけので,、ねうん、でまたなんか、ね、<laughs> で,でほらみんなからもったいない言われてるわけじゃん俺も含めてでもそのね YouTube も結構先が見えないビジネスではあるじゃないなんかわかんないやっていかない、まあ、やらないと始まんないんだけどやったからって答えが出るわけでもないしやってみないからわかんないから。 不不安は不安はじゃん。まあそれみんな多分若い人みんな不安だと思うけどこの先将来どうなるのかとかも不安じゃないですね,ねこの先どうしようかなとかあとバンコクにどれだけいようかなとか <laughs> でもまあ今はねやることあるからねまあただほんとコロナの状況にすごい左右されるからねまあほんと幸いにしてなんかねヨーロッパはようやくこう脱出したかなって。 っていう感じがしますねだから、そのなんかテレビで日本のテレビ見てるじゃんとなんかやっぱそのオランダの状況っていうのが全然こう違う状況だからさでも日本も今ねすごいわなんか若者にどんどんワクチン打ったりして、うん、で多分チェダー君はワ,ワクチン打たないで行ったんでしょうバンコクにこっちで打って打っていかないかったってことはさら、はい、に入手, <laughs> 入手不可能だよねこっちで打っていけばよかったのに <laughs>。いやーもう 僕はもうコロナにかかってもでそこで死んでしまったりとか重症化してしまってそれも自分の経験でいいかなと思ってます、ね、ああ、そういうことね。はい、まあその覚悟があ,るの、はい、あのなんか、うん、そうですね。な何て言うのかな。なんかででで自分は別に他の打った人とかどうとかってことじゃなくて自分自身の考えとしてやっぱり、うん、その情報を自分のじょ拾ってる情報を見ると明らかにこれはただ情報が。 クリアになったからで、いろんな人がリーチできるようになったから、このコロナが起きてるとしか思えなくって、僕の中では。あの別にみ他の人がどう思うかっていうのは置いておいて、僕は今やっぱりその数字を見てても、例えば総死亡者数とかを見ても数字の変わりはないとか、例えば日本で1日70人自殺している人がいるのに、1日たったに三3 0人の死者のコロナと言われていますけど、それも嘘か本当か分からなくて、実際コロナで死んだのかとかっていうのも本当は分からなかったりとか、なんかいろんなことが分からない。 ことすぎるのになんかその決断をなんかみんながやってるからって言ってそれでうやりたくないなっていうか <laughs> なんか明らかに明らかに俺の中でそのなんかなんていうのかインフルエンザのワクチンだって別に打たなくてもよかったわけですよああ自分のそのうっさい人が打てばよかったわけででもそれすらも今思えばもしかしたらワクチンビジネスのための ファーマシューティカルの陰謀なんじゃないかっていうこともできるし。い、うん、それでもの、自分かかったことあるんですけど。まあ、だから、あれではね、かかっても重症化しなきゃいいだけだよ。そう、そうです。免疫力高めるのが一番大事だなそ。そう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 。<laughs> だってね、うん、まあ。この判断は本当に難しいよね。あの。なん、なん、その国によって感染者の数字とか死亡者数も全然違うし。 これ日本なんか全然死者が出てない国なんですよね。オランダなんか何がやばいかって1000人に1人死んでるからね。うん、わかりますもう人口の0.1%がもうコロナで死んでるっていう状況で。で感染者も10%だから、えー、<laughs> 人口の10人に1人は感染してるみたいな<ー>で。周りにやっぱ感染して死んじゃった人もいるしさみたいな感じだよね。 えちなみに、でもその人たちって、なんか例えばなんで死んじゃった人たちなのかっていうと、わかんないんですけど、例えばその聞いたニュースだと、うんあの、アメリカで死ぬ人の、コロナで死ぬ人の80%ぐらいがなんか、なんか肥満とかっていう風な話を聞いたりとか、でも、そういうニュースとかは基本的に報じられないんですよ。うん、例えば誰々が何人死んだとかっていうニュースはあるのに、うん、その人が持ってる気温症の話とかはされなかったりとか。 例えば、気負症を持っている何人の人たちがこれだけ知りましただから確かに気負症を持ってる人たちは危ないねって言えるかもしれないんですけど、そ、うんなんこと言い始めたら、普通に今まで例えばご年配の方とか、気負傷を持ってる方で肺炎にかかって風邪で死んじゃう人とかい,いくらでもいたと思うんですよ。 なんかやっぱ自分の中でこのコロナも納得できないんですよねそうだよねこ,<の>これだってさ、ね、納得するのはわ、うん、納得するのはすごい難しいよねいきなりある日突然出てきて本当陰謀だって思っちゃうもんねどう考えたってさだって製薬会社は100%儲かるわけだしさそうなんですよ、うん、日本もなんかだって ワクチンの開発とかかされなないいわけじゃないですかまあそれは世界的に広まらなかったからじゃないかなまあでも人が死んでたりとか感染の危険があるエピデミックなわけですようん、うん、パンデミックじゃなくて、うん、その国内でそのエリアの中で流行ったりとかするのにそこで作られないのはだってアフリカっていう国だとお金を持ってないよねだからそこにワクチンを 作って売ってあげたとしたってお金にならないよねっていうのはあると思うのであとあのエボラだとそのしどんどん感染させちゃうと感染したい人が死んじゃうから先に感染人に感染させる前にだから感染力自体は強いんだけども強すぎるが上にそのあんまり広まんないみたいな多分係数なんだよでさらにこれ俺コロナがすごい面白いなと思ったのはやっぱりそのデルタ株で一気に状況が変わったわけよこれ。 また違うコロナの新しいのが出てきたみたいなとこ、うん、同じバージョンアップしてきたわけよこのいきなり Windows95 になってきたわけ <laughs> MSDOS がみたいなだからなんかその,この同じコロナなんだけどもなんか全然その雰囲気が変わったっていうのはあるよねだから俺がすごい不思議なのは何でオランダはこんなに全開放してんのに1日の感染者数がほぼ 同じ数字で推移してるのかがすげえ謎なんだよね。で一回あの解放してわーって1万人まで行ったわけよ。でそれはなんかそのクラブとかその夜のミッドナイト要するに12時以降の活動で増えたみたいなことになってそれをロックしたら感染者が減ってってみたいな感じででさらに言うと秋にまたぶり返すとかって言ってるわけよ。何を根拠に言ってるのかわかんないんだけど。 でででしかもほらドイツは同じデルタ株でもすごい数字を抑え込められてるのにフランスは爆発しちゃったみたいなフランスも全然 <laughs> オランダより少なかった時もあるんだけど今になったらもうね2万人以上みたいなであとは感染者をっていうのをもうもはや数字をカウントする必要があるのかみたいな。 で例えばさで日本なんかさ思うんだけどか全然調査してないわけじゃん PCR 検査のその検査の数字が桁違いのに少ないわけでしょだからもしそれなんかマカオとかさニュージーランドとかわかんないけどああいう中国みたいにもうじゃあ全員 PCR 強制的に検査しますとかになったら、まあ、もちろんその検査する体制もないんだろうけどもしたらなんかすごい人数が実は感染してたみたいなが。 あって隠れ感染者で隠れ感染してて感染してんのに気づかないで治っちゃったみたいな人も中にはたくさんいるのかもしれないけどもでもデルタ株でまたそれも状況が変わってきたのかとかねこれねもう,も,うもうあれだよねこれ議論意味もう打つか打たないかしかないからでも確率論的に言うとその打たないと感染するとは思う。 ねね、ね打ったからといって感染しないリスクはないから今ねもう俺思うのは<え>打,打,打っても打たなくても全員感染するっていうのは俺の答えはい、うん、そうですね僕もそうですだからそれがもう事実なんじゃないかなっていう感じだよねそうねだ今みたいにその東京とかみたいにその医療崩壊もしている時に感染しちゃって重症化したらやばいよねっていう感じだよねうん <laughs> 確か,にかんないんだよ、なんか俺だってこ、ね、ってこんだけオランダにいてね、ね感染しないリスクもゼロじゃないから。うん、あ感染は、な,んかな結局やっぱり、他の人の感染を防ぐこともできないし、その、うん、結局、感染して重症化しなくなるっていうのがワクチンの、しにくくなるっていうのがワクチンの効能だっていう話だと思うんですけど。うん うーん、まあ、しかもさらに今もう3回,3回目打てみたいな方向になりつつあるからね、日本も含めて。それが俺恐れてたんですよ結局最終的にそうなったらワクチンみたいな異物をどん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 ただの風に対して打っていくことによって自分の免疫力とか下げていくんじゃないかなとか思ったりとか。 この世の中に生きている以上、病気っていうものは普通にあの自分の体っていうか、そのウイルスとかもいるんでしょうがないんですよ、ね。だから、そこで例えば一番最も大事なのはワクチン云々んじゃなくって、日頃から手洗い、うがいをしましょうとか、ちゃんと健康的なものを食べましょう、運動できるような運動を心がけましょう、それだけでいいと思うんですよ、僕は。で、それでかかって死んでしまったら、それはその人もそういうタイミングだったっていうだけで、別にその。<laughs> その こうやって言ってしまったら申し訳ないですけど、別に毎年ね、誰かしら、自分の周りの人や周りの周りの人で死んでいる人っているんですよ。でも今までそれを知ることはなかったのは、うん、当たり前に肺炎で亡くなっている人がいたりとか、普通に病気で亡くなっている人がいたんですけど、うん、今回はコロナっていうものがあることによって、肺炎で、だ今までだったら肺炎で死んだっていうことで分からなかった人も、コロナで死んじゃったんで、コロナのワクチンで死んじゃったんだよっていうふうに言えるようになっちゃったんですよ。えあ、ワクチンで死んじゃったってこと 例え,ば例えばワクチンで打った人で死んだ人とかっていうのも、例えば普通にタイミング的なものだったりとか、その自分の体の免疫力が下がってるとか、要はワクチンを打ってなくたって亡くなってたかもしれないし、うん、そのへワクチンのせいにすることもできないし、例えば変な話、ワクチンを打って死んだってことになってる人の数ですら、国がだけどその決めてる規定のもとに基づいた、この人は。 ワクチンで例えば、4日以内にワクチンを打っ4日以内に死んだ人はそのワクチンを打ったことで死んだことになるけど、4ことで死んだことにはならないっていう風な結局誰かが決めた概念のもとの,のワクチンでの死者数だったりとか、うん、そのそういうことなので、ななんかなんていうのかこの全部この数字とかも、メディアが言ってることは信じられないし、おかしいことまあだまあ、だけどでもうそうは言っても、アメリカ60万人以上死んでるからね。<laughs> 60万人ですよ。僕、気になるのが、肺炎で毎年アメリカって何人死んでたのかなっていうところなんです。さすがに60万は死んでないと思うけどね。日本はちなみに12万人、確か2019年、死んでるはずです。ああ、じゃあだったら40万ぐらい死んでるかもね。人口33倍だとして。そうですね。なんで、本当は肺炎だったって <laughs> そうそう,そうだ、だから、それが明らかになったのは、コロナっていう、今回はその、まあ、ちょっと強めの風邪っぽいものが、そのみんなに流行ったことによって死んだっていうのが明らかになりやすくなって、それでいて、そのニュースが拡散されやすくなったっていうだけだと思ってるんですよ。うんうんうん 透明性が増したりとか、その情報の拡散する速さが速くなってるっていうだけで、誰しもが Twitter とか Instagram とか、もしくはそういうものでを使って情報をポンって発信することができる、ワクチンは危ない、私のおじさんが亡くなりました、で例えば <laughs> あのコロナで私のなんか誰々の誰々が,さんが死にましたとかっていう話を、ポンポンポンって誰しもが今、もうポチってやるだけでリツイートとかでバンって拡散するんですよ。そ、うん、それはそうだよ、ね、っていうのがでも10年前はそうじゃなかった。うん うん、だからサージとか流行ったけど今みたいなことにはならなかったしこのパンデミックというかインフォデミックが起きなかったんじゃないかなっていうことで今起きたのはこれ完全にインフォインフォメーションによるものだと思ってますうんはいごめんなさい僕のあの勝手は自分ですけど完全に僕のあのなまあそれ <laughs> はい僕の、はい、すぐいや俺もそれ全然否定しないしあのその部分も多いよねかなりあると思うよだけど、うん、その、うん、まあ ほらスペイン風邪とかって結構ねあれ,、まあ、あれと同じ規模だというふうに想定すれば、まあ、逆にそのインターネットとかのおかげで感染者の、まあ、もちろん医療も、ね、発達してるっていうのもあるだろうしだけど恐怖心はみんなあ,あの煽っちゃってるよね結局その怖い情報っていうのはすごいすぐ流れやすいじゃんでシェアされやすいじゃんすごい。うん、で人間って でその恐怖で支配するじゃないけど恐怖には弱いからさものすごいそのねだから思うんだけどあの楽しいニュースしか流さないニュース番組は何でないのかなっていう <laughs> <laughs> 事件を一切放棄あっ視聴率取れないんだ、ね、<laughs> <laughs> やっぱりこれだけ見てればハッピーですみたいなあだって例えば何か なんかっ一回聞いた話、なん、なんか、例えば、その飛行機で、その毎年死ぬのって、例えば百万分の一の確率みたいなとかって言われてるじゃないですか。うん、はいはい。で、例えば、その、なんか、日頃なんか、例えば、街を歩くって,て、事故に遭う確率と比べたら、うんちゃらかんちゃみたいな、話もされると思うんですけど。なんか、そのノリで、なんか、あれ、何話したかったんでしょう。確率。そうですね、確率、あれ、なん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 、この話。 チェダーさんが熱く語るのが懐かしいっていう <laughs> あの PT さんが言ってますけど、いやいやいやごめんなさいなんかちょっとう嬉しいいやそうですねいや本当にはいそうですね熱く語る熱く語る, <laughs> く語る, <laughs> く語る <laughs> はいすみませんなんかちょっと喋ってきましただけどその今ねなんか面白いのはほら世の中の流れ的には特にヨーロッパはまあフランスとかなんだけどまあドイツもそうかなそのワクチン パスポートがななないいいいいともう国民じゃないみたでも俺もなんかまだ、ね、フランスに行ったことないからわかんないんだけどその本当にパスパコロナパスポートがないと飲食店に入れないのかなっていうのが、まあ聞きゃいいんだけどさ友達に、うんうんうん、そういう意味ではあれだよねあんまりこの自分が住んでる町以外とか国以外って本当無関心だよね そうですね、うん、結局、本当に自分のことしか考えない、ないこの世界しか存在しないからていて、そそうそうだから周り周りだよね、<も>全部ね、はあ。なんかね、ワーホリの子たちもね、ネイトくんはそうじゃなかったんだけど、あのネイトくんもかな、やっぱみんなマスクしてるわけよ、最初、日本人は。<う> <laughs> で、外した方がいいよって俺、言ったのね <laughs> その、みんなしてないからって、逆に、<laughs> 目立つよっつって。<laughs> それでやっぱ外したらなんかもう何年ぶりだろうみたいなこの感覚みたいなその <laughs> 分かるずーっとマスクして日本だと生活してるから <laughs> マスクしないで外を歩くっていう感覚がめっちゃ久しぶりすぎて感動したって言ってたなんか自分待機でてしなきゃいけなくなってえっ、ー、この暑さねってなるでだってオランダで一切してなかったでしょだって。 なんかか、えー、どっタイミング見たらもうかなりちょっとここまで下げるようにしてあ外でも鼻すんか外出なくなるよ、ね、な外出ないでしょだから暑いしでも一応ちょっと買い物ちょろちょろっとしに行ったりとかするんでちょいちょい出る必要はあるんですけどああなんか日本は、ね、私はコロナよりあなんかアヌさんタイだってデング熱があるわけでって <laughs> 確かにデング熱あるねあ,<ー>あと私はコロナよりも政権交代による株価暴落リスクが日に日に高まっているような気がしているのでその方が怖いですゃなく政治とか <laughs> 日本の政治とか興味あるの <laughs> えっと <laughs> すいません正ないね日本在住ですが <laughs> この1年以上マスクしてませんってあすごいねこれやっぱマスクしてないいいですね、うん うん、マスク意味ないですもんだってしてて思いますけどだってこのってマスクで汚いのだっていっぱいついた手でこのマスク触ってポッケに入れてもう一回その手でポッケ出してそれでその手であなた料理作ってますよね手も洗わずにっていうことが全然起きてるんで、うん、なんかそのもうマスクとか別にその医療器具なのにそういう扱いしないじゃないですか一回糸に捨てるとかってこともしないしうん、うん、なんか結局 衛生的な問題とか,かんない <laughs> 清潔でもないし、な,んならコロナの菌とかついてるやつをいつもなんか, <laughs> なんか培養したものをつけたりとかしてるんじゃないかなとか考えたりもするんですけどね、俺はね、仕事中使い捨てマスクしかしてないね。だからそういう意味では、その毎回そのその日その日で営業し時間の時しかかけてない、ただお客さんは基本ほぼかけてないから、8割ぐらい、7割、9、う、割、ん。うん マスクしてないねお客さんででも今やっぱ思ったのがそのダイソーの仕事の時だけつけてるっておっしゃったじゃないですかうん、うん、でそれをやっぱり飲食店とかだと、うん、多分つけてるのがお客さん側だったら安心するかもしれない、ねうん、そう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 いうことなんだよね、うんうん、だから飲食はしょうがないなと思って今全員してるけどね使い捨てのやつを毎日うん、うんうん、な感じですねうん。 お自分もワ,チ<ー>ワクチンパスがないとアメリカは入れないとかなったら打ちますね、まあ、つまり、まあもう本当、ワクチンパスポート状況になったらコロナ打つしか、ね、あのワクチン打とうっていう人も結構な数いるっていうことだよね僕もそ,そっちです、どっちかっていうと最終的には打たなきゃいけなくなる可能性はあるなと思ってるんですけど、うん、そのとまでは、そういうことな、ね、の <laughs> だから今、フランスみたいになっちゃったらもうしょうがねえかっていう。 世界がそうなったらもうしょうがないって思いますもん、うん、なんかでもなんかそんなに足並み揃ってる感じはしないんだけどオランダもなんかワクチンパスポートあるにはあるけど運用してないもんねほとんどねでもやっぱりなんでかって言ったら多分オランダって自由の国じゃないですかそうそう自由の国でワクチンパスポートって明らかにその人権侵害の アアイディアなんですよだから,ほらだからフランスでめっちゃデモ起きてるぐらいだから、うん、でこの前なんかね、はい、オランダもね実は2日3日前にめっちゃでかいデモがあったのねあのレイブパーティーみたいなやつみんなあれはなんかアリーナあのライコンベンションの辺りをぐるぐる一周回ってくるっていうデモだったんだけどあ<ー>、まあ、要はクラブ活動を11月1日まで禁止されたからそれに対するデモなのね。 ちょうどほらアムステルダムダンスイベントとかあって全部チャラになっちゃったじゃんそれでもうクラブ活動してる人たちがもうむむぶち切れてなんで F1 は OK なのにみたいななんかそういう話になってきてクラブはダメなんだみたいなでそれでみんなぶち切れてデモを更新してレイブなんかレイブ状態になってたねうわ いやーまあでもそうなりますよね、もうちょっと本当に、そんななんか、でも多分、でもそれをやっぱり聞くと、やっぱりなんかど,うだろうなどうなっていくのかな、ちょっとオランダも分かんないっちゃったでいや、本当、不思議なんだよね、そのそのオランダの感染者がこの安定しているのかがよく分かんない。そのなんで毎回、ほぼ同じ人数の感染者が生まれていくのかっていう。さっき考えてたのは、うん、もうなんか政府が、うん、ちょっと。 そこ,こら辺でうまく落ち着かせる作戦を考えようってなってで、そもそもの検査数を1日に2000人、アラウンド2000人に設定する。でもしくは検査したけど、その結果として報告した数字を結果的に集まったところでちょっと改ざんして2000人ぐらいにする。でそれをリリースする、プレスリリースする。で <laughs> まあ、これで、まあ、みんなが満足するならいいかなっていうところなのかなって思ったりもします。まあ本当にあの いや、ね、政府としては多分,、ね、多分すごい2000人以下に下げたいと思ってると思うんだよね、やっぱりその最後のソーシャルディスタンスっていう、その要は規制をいつ外すかっていう <laughs> <laughs> このい、今となっては誰も守っていない、ね、1.5 <laughs> メートルのソーシャルディスタンスとかっ,って、<laughs> <laughs> 誰しと,しとして。 で今ほらうちのラーメン屋さんもほらなんか一覧みたいに壁ができてるんだけど、絶対100人に1人は言うんだよね。この壁外せないのって <laughs>。50人に1人ぐらいかな、うんあしょしょ。すいません、コロナでって言ってるんだけど、まあ、本当は、でもそれ、うん、コロナが規制がはず外してもそのままでいきたいんだけどさ。うん、食し食べるとね。 時間がね滞在時間長くなって回転率悪くなるそうそうなんだよねうんオランダの年齢別の感染者数とはあわかりますね多分どっかのサイトにあったと思いますだから俺も2回ワクチン打ったけどワクチンパスポートは使ってないんだよねまだ設定してないんで <laughs> どこもどうせ行くあれもないしあ,あそっか日本から帰ってくるときにあれいらないんだ PCR 検査いらないんだこれ もし日本に今回か、うん、でも日本に帰ったら、ね、3日間とか隔離されるわけじゃん、もう超意味ねえよって思うんだけど、そのパス、ねワクチン打ってて PCR で陰性だったらもう入れさせろって思うけどね。うん。あと、なんか日本でやってほしいのはさ、なんかもうみんなマスクするのやめてほしいよね。<laughs> 1>, 1ヶ月、一ヶ月でいいから、か 1>, 1ヶ月間みんなマスク禁止ってって、マスクするのやめて、どんだけ感染者が増えるか見てみたい。 オランダに住んでる限りにおいてはだよマスクが意味があるとは到底思えないわけよ。もでもいろんなこと考えても意味あると思うのね、俺もマスクは。飛沫を防ぐっていう意味では思うんだけども、そのさっきテータ君が言ったみたいに、その汚い手で触ったりマスク変わらなかったり、余計汚いんじゃないかなっていうのもあるわけよ。逆に。 だからあんまりしてるしてない意味ねえんじゃねえかなっていうなんかもうそれオフセットできるじゃんみたいなそれ両方,両方バランスでねそうなんですよねだからその本当に意味あんのかなっていうのはうん思いますオランダにいる限りだってオランダってなんか一応マスクの規制はしたけどもあんまり運用されなかった。 なんかお店の中でマスクしなきゃだめみたいな時期も一時期あったけどうんでも結局なんかそれで何だったのみたいなだか,らだからやっぱりチェダー君が言う通りこれはなんかすごい新しいインフルエンザよりもまあまあある程度強力なウイルスではあったんだけどみんなが騒ぎすぎてそのおかげで経済が疲弊して製薬会社は儲かり。 っていうあとオンライン関係の会社は儲かってね氷とかそういう飲食店とかはこのちょっとダメージを受けてって考えたらじゃあ誰が犯人なんだっていう <laughs> ジェフ,ジェフベゾフスじゃない,やっぱないですかあアマゾンアマゾンとか通販のやつらが結託してたネット企業とかが できない話じゃないですよね彼らぐらいの規模感の人たちだったらちょっと分、ね、かんないねでもやっぱりさなんか中国いつもみんなさ怪しいもんじゃん俺別に中国を擁護してるわけじゃないんだけども、うん、絶対違うと思うんだよね中国が自分からやるわけないじゃんっていつも俺は思う,思うわけよ俺の考えは、うん、なんかやっぱりアメリカがなんじゃないか、まあ、アメリカっていうかそっと ねえその勢力的にはっていうふうな,なんか今回のそのほら911とかもそうだけどいい、ね、今なんかそのね後片付けで今自衛隊が知ってるアフガニスタンに飛行機派遣したりしてるんですよ日本人助けに行くためになんかオランダも今最近オランダ人に助けに行って帰ってきたみたいなニュースが流れてたけどうん。 えー、なるほどなちょっと難しいな来 <laughs> なるほどのこのよう,のう来ましたアヌさん個人的な暴論です暴論ですが草吸ってればコロナにならないと思いますうん、うん、ちょっと同意かなそう実は俺もこれ密かに <laughs> あんまり表立っては言ってないけども、まあ、言ってもいいんだけど <laughs> なんかタバコがすごいコロナに対していいあの 防げるみたいな研究結果が出てたわけよ煙だったりなジョイント吸ってればいいじゃん<ー>みたいな <laughs> はいはい、うん、煙なろ、うん、<う>でも確かに周りでタイマ吸っててコロナになったやつはいないっていう事実が実はあるんだよね俺の中であ,あ,あ、まあ、もちろんサンプリングデータが少ないから少ないからなんとも言えないけどワ <laughs> クシン俺も打ってるけどそのタイマー吸っててコロナになったやついるかな 目が開きませんどういうことなんだろう ?THC 社長。THC 社長が。なんでこのカナダの国旗カエえでなのか。結構だ、あれですよね。タイマのリーフと似てるじゃないですか。似てる似てる。だってほら、カナダの国旗でさ、タイマになったやつ売ってるじゃん。俺だってエアカナダっていう T シャツ持って。 ってのねあのねあなんか俺、バンクーバーの420で買ったんだけど、そここにエアーカンナビスって書いてあって、えー、あのロゴのマークがあのタイマーのマークなのの、カエデのマークじゃなくて <laughs>、赤いやつで <laughs>、それ、あの絵画会館のさ、バンクーバーの前で売っててさ、あの420のお祭りの時にさ、その時に買ったんだけど。 ああ確かにね、<ー>菅原さん、中国、ロシア側のアフガニスタンのニュースが気になるっていうね、つまりタリバンをどうするかっていう話だよね、西側諸国は <laughs> 認めるのか認めないのかみたいな。<ー>うん、でもね、これも結局、本当にアフリカ側から見た、あのアフリカじゃなくて、アメリカ側から見た。 報道で基本的に多分自分らが見るニュースってその日本語のニュースだからその情報が多いかもしれないですけど、まあ、ちょっとねそういう違うサイド側から見たニュースっていうのを見てみることによってまたフまラットに物事がちょっと見えたりとかするのかもしれないですよね、うん、だからなんかね BS のあれ何ちゃんだっけな BS1 か11だったか忘れたけど結構比較的海外のニュースを日本語にして流してるのね。 翻訳しあのあ<ー>同時中継みたいないろんな国のニュースをあれは俺もよく見るけど、えー、あれでいろんな国でまあどういう報道されてんのみたいなだからその国のトップニュースは何なのみたいなのが結構ダイジェストでいろんな国のやつを報道するからそれはたまに見る時があるけどね確かに俺たちの今入ってるね見てる情報っていうのはやっぱアメリカが基本基軸になったニュースが多いからうん まあ、で,もでもね、俺、思うんだけどね、ね超簡単なこと言うとね、ワクチンね、俺、なんでこれ打っても絶対大丈夫だと思ったかっていうと、普段はさ、マイナス何度とかに保温されてるわけじゃん。してますそれを常温にしたら生きていけないわけよ。それを別に体の中に入れても別に平気なんじゃねえのっていう、超単純な考えなんだけど、<ー>俺はね。ああ、でも分かるかもしれない、うん、確かに。うん そううい意味だとなるほどでワクチンもそんなにほらだって何回も打たなきゃいけないってことはさ効力がなくなるってことでしょ効果が切れるわけでしょ一生続くわけじゃないでしょだから一生 DNA が書き換えられるわけでもないしあれは、うん、確かに確かにそうですねうんだからまだ<わ>もしかしたらまだこれから特効薬みたいなのが出てくるかもしれないねすごい強力なワクチン1回打ったらもうコロナ大丈夫 <laughs> 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 ああ一応、ジョンソンさんがね、<laughs> やってましたけど、ね、1回は。ジョンソンさんたちもなんか、いろいろあれですよ、なんか、ベビーパウダーの事件とか、発弾性物質みういちゃな感じはあるから、いろいろあるんで。でもなんか、ん今日今日ニュース見てたら、日本,日本政府はね、あの第 3, 3回目のワクチンの予算を1兆いくら確保してやるらしい。 予備予算からとかって言ってそんな金どこにあるんだとか思ったけど1兆円ですごくない ?1 兆円とかポンと出せるんだよね、うん、そうよ予備費とか言われって予備費何予備費って <laughs> みたいな <laughs> しかも予備費1兆円って何みたいな一兆円かワクチンいやそりゃ製薬会社も多かったり すげえビジネスだなって本当に思っちゃいますけどまあさらにねあ,<ー>あんだけやった電通も超儲かったんでしょうだってまあちょっとこれオリンピックだけどああ、そかそっかそっか,そっかオリンピックはい、はい、ありましたね、うん、そこねねどうせあれもどうせ賄賂とか渡してたんでしょう日本東京オリンピックになるように賄賂 <laughs> <laughs> とかさ渡してるからさ因果応報でさ <laughs> ねコロナの時にオリンピックになっちゃうわけよ <laughs> <laughs> 悪いことしてるからさ罰が当たったんだよね 完全に <laughs> タイミング的に。あと、あなんか菅原さん、えー、あと不謹慎ですが、動乱の中には、動乱中には何かビジネスチャンスがある気がしています。アフガニスタンにはなかなか行けてないですか、まあ、アフガニスタン今行っちゃいけないっていう、えー、入れない <laughs> ていうか、まだ飛行機がないよね、行くね、歩いていくしかないよね、どっかの隣の国から。<laughs> <laughs> うん、ちょっとねあれもなんかもう本当にタリバンイコール悪みたいになっちゃってるからさうんそんなそんな悪なやつらがあんなに電光石火でさアフガニスタンをさそんな短期間でね全土を掌握できるわけないじゃんとか思うけどね賛成してる人たちもいるわけだしさ、うん、てかさなんか他の国がさなんかちょっかい出すのはよろし,よろしくないよねなんかそれはちょっと思いましたねやっぱりその なんかシステムとしてなんかその一夫多妻と根本的な部分にある話なんですけどその一夫多妻性をエンカレージするようなあのそういうシステムはあんまり良くないみたいなあのジョーダン・ピーターソンだっけなな、んか誰かしらがその言ってた心理学者かなんか人が言ってたんですけどそれは置いておいたとしても、うん、結局アフガニスタンの事情はアフガニスタンの事情でしかなくて。で もちろんそこに苦しんでる人や、例えば女性があまりね権利がないとかで、確かによまあそういう環境とか、まあリープされたいけど、いろいろあると思うんですけど、でもそれは結局国の中で起きてる、その国の中で起きてる事,、うん、事,事象でしかなくって、なんでそこにア,フリカアメリカが関与してるかって、オイルじゃないんですかっていう話です、ね。だって、他にだって例えば、あのね、アフガニスタンはね、<あ>多分チ,、はい、チタンチタンか。チカ<ー>。なるほど。 だけどまあそれもよく分かんないんだけどそのそもそもはアメリカはねそのビンラディンをお前らかくまってるだろうとだからビンラディンを出せというふうに言ったのねアフガニスタンにしたらアフガニスタンはその時タリバン政権だったんだけどビンラディンが9・11のやった証拠出せって言ったわけ。<laughs> そんで何日までに出さないんだったら攻めるぞっつってアメリカがミサイル撃ち込んだわけ <coughs> だから20年前からスタートしてるのこの事件は <coughs> そっからアフガン戦争が始まってみたいなで20年後にはね<ー>米軍が撤退してみたいなじゃこの20年間何だったのって話じゃん でもな,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 なんか、例えば世の中っていっぱい問題があって、どこの国もすごいファクトアップしてると思うんですよ。なんかそういう意味だと。例えば日本だってタイも取り締法がいまだにあるのって頭おかしいじゃないですか。うん、例えば北朝鮮とかを見たってあの、インターネットが使えないし、他の国の情報とか見たらなんかエグゼキューれ、ね、されたりみたいなと結構頭おかしいじゃないですか。でも<ー>そういう問題を差し置いて、なぜアフガニスタンに20年前から行った <で>うん、そのビンラディンを祭り上げてなんかこの戦争にアメリカが使ったのが10兆円ぐらい金使ってるわけよあ,<ー>あでもそう考えたらコロナすごいね1回のワンショットで1兆円だからね1億人にワクチンやるのに <laughs> するだ結局、はい、全てお金儲けじゃねえのって考えると結構簡単だよね だ例えばアフガニスタンに行ったのもアメリカの企業のお金儲けのためにやりましたみたいなだ結局アメリカもその税金10兆円使いましたでそれが民間にこう還流されてるわけじゃん産業に軍事産業とかいろんなそのねアフガンの,そのアフガニスタンのインフラ整備するためにいろんな会社が金もらってやったりしてるわけでしょうそういう意味ではコロナも前同じなんかも製薬会社が儲かるための。<laughs> <laughs> うん、まあそうですねだ誰かしらの利権のために結局、この世の中が回っているってだけで、別にその製薬会社とか、いろいろな利益を受ける側は違うかもしれないんですけど、うん、そのアメリカだったり時に、に例えば製薬会社だったりとか色々、いろいろ政府だったりとか、いろんなバビロンがいると思うんですけど、結局そうですよね、それのためにこの世の中がいろいろ振り回されて、私たちも振り回されているいう感じなのかなっていうのは、シンプルに考えるとそうかもしれない。 ワクチン2回目を打った周りの人の軒並み高熱で倒れているのですが、一番ピンピンしているのは80歳近いばあちゃんですとう。<laughs> <laughs> か。うん。なんか俺は何にもなな,なんだかったんだけど、熱も出なかったしえ。ちょっとだるいみたいなこと言ってたなってちょっとだるいぐらい。うん、あとなんかちょっと手が上がんないみたいな感じ。 ああちょっとあれですよね、うん、なんかね、俺ね、あれね聞、聞き手に、あのう、の反対側に打てって言われたのね。なのに、俺、あえて聞き手に打ったわけ右手 <laughs> そう右手に打ってみたの、ちょ,ちょっと。なんか、本当にど、<laughs> 聞き手じゃない、どっちうっ、うん、なんかそっちの方がいいじゃんと思ったけど。<laughs> アフガニスタンって石油出るのそもそもイランの隣だから出るのかな自分もちょっとイメージは出るのかでもそのタイタニウムの話タイタニウムかあのレアレアタルとかレアアースとかアしタんね聞いたことははい聞いたことはありますねでも結局なんかこれもね中国がタリバンとくっついてるからさ あなるほど結局かんなんかよく分かんないよねその何がしたかったのかいろいろこうなってるんですよっきっとぐっちゃぐちゃでもまあ今回の件で結構アメリカの地位が失墜したのは確かだと思うんだよね世界的に <laughs>、うん、なんかそのと特にヨーロッパとかが振り回されてるじゃんアメリカにだってアメリカにあれアフガンに攻めるのは国連決議だから。 NATO もほら同盟国だからさアメリカにと同盟してるからみんな一緒に <laughs> あのね聖書も送ってるわけですよ。なるほどなーうーんそうですよね確かに。なんかこの決断があんまりどうだったのかな,なんか先が分からなさすぎるなっていうか要は結局。 今撤退するのが良かったのかそもそも首突っ込むのがどうだったのかとかいろいろありますけどなんか結局ちょっと今回の件はアメリカ撤退っていうのはそうですねちょっと正直すごいなと思いましたねなんかそういう意味だと今まで20年間続けてきたのにみたいな、まあうんうん、でももう別になんか、うん、なななだからそもそも911がきな臭いからさ その911は俺は100%陰謀だと思ってるからコロナはまだちょっと分かんないんですよ。まだ確信じゃないんだよね。なんとなくなんかまあ自然にこういうことも発生して起きることもあり得るじゃない。確確かかににでもこの SNS とかこういうねインターネットとかで地球がさネットワークされた時にこういうことが起きるとどうなるかみたいな感じ ですよね、そうですね。うん、でさらになんか中国とかインターネットつながってんのによくねどういうことが起きてるかもよくわかんないしチャイナの感染者とか本当に数字ね <laughs> ほん適当なのか本当なのかもわかんないからさ。うん、そうんそでもほらマカオってさなんかほらマカオに友達がいるからフェイスブックで言ってたんだけどそのほらなんか 3人ぐらい感染者で出ただけで全、全島民検査なんだよ。ええー。400万人とかだよ。はいはいはい。それすごいよね、そういうのも。そういうのどうなのもう絶対無理じゃん。ヨーロッパじゃ絶対できない。うん。そうですね、なんかやっぱ規模感的にマネージしやすいなとは思いましたよね、そういう意味だと。なんか、中国とか、 アメ,リカまあ、アメリカはちょっとまあなんとも言えないですけど、なんか中国とか日本とか国の数、国民の数が1億とか10億とかいたりとかするんで、うん、なんか、オラナとかを見てて思ったのが、比較的、まあ、1500万人ぐらい人口なんで、1700万。うん、なんか、千七百万、そうですね、あんまりなんか、そういう意味だと結構管理、もちろんそのテクノロジーが進んでるとかっていうのも、なんか、リッチな国とかっていうのはあると思うんですけど、結構管理はしやすい、そういう意味だと。 だからあのワクチン打つ人とか通知もすごい早かったと思うしでもなんかタイとかは逆にそういうなんか住民の管理とか全くできてないからそういういとそのそのあのソーシャルセキュリティナンバーとかもないし国の,そのディジットみたいな感じでそのコントロールとか管理とかもできてないんでうんうん、ね、そういうのを見るとやっぱり、はい、なんか進んでいる国は管理しやすかったりとかもしくは規模感が小さい国とかある程度、リッチな国は。 まあいや、まあ、その国民にいろいろ強制しやすいというか、でも日本みたいにほらお願いベースっていうのはどうなの,その自粛してくださいっていう。<laughs> <laughs> 強制力がないけどみたいな、まあ。日本らしいですよね、そういう意味だとうん。まあそれに国民も従うのはすごい,すごいよね。だから日本らしいなと思ってそ。うん、面白いなと他の国だったらそれは、うん 成り立たなないだろううと思う例えばタイとか、うんまあ、アムステルダンとかもそうかもしれないですけど、なんかそういうお願い、まあ、もちろんどうなんだろうな。<laughs> タイなんかって絶対成り立たないですよ。お願いベースだったら100%無理だと思うんです法律で禁止にして罰金取りとかにしない限り絶対、この人たちも生活あるんでっていう風な話になると思う。でも罰金は多分フランスとかでもや、まあ、オランダでもあるし。 一時期なんかそのオランダでもさあ,<ー>あのマスクしてないと罰金の瞬間があったわけよありましたっけ、うん、ああの瞬間ねな何日かで終わっちゃったけどあの1ヶ月も続かなかったけどあのアムスのその中心街とか <laughs> あ,のある特定の道路だけマスクしなきゃいけないってなったわけよ、ね、そしたらなんか反対運動が起きてなんでその道路だけなんだみたいな 不公平じゃんみたいなそうしたらその道路に面してるあの氷の人たちが反対して撤去されちゃったけどその時は見回ってたよ <laughs> なんか <laughs> まあねでもそうですね、うん、やっぱ国が国民が強いっすねオランダって、うん、なんかみんな <laughs> でもなんかブリティッシュコロンビアもなんかあれいつからだっけなんかまたマスク撤廃になったけどまたねまたしなきゃダメみたいな。 のどっかツイッターで見たけどワクチンパスポートとかも何かうんちゃがって聞きましたよ。カナダ。<州>ええー。はい。なんかちょっとストリックトになってる友達も言ってましたね、それ、うん,いんまあ、そ今日そろそろ私、はい、かな10時ぐらいになったり。<laughs> あ、もう今そっち10時なの。そうです、9 <laughs> 時ぐらい。日本はそうすると12時。 ってことななのかあそうですね、夜中の十二時ぐらいこっちは今5時なんで、はい。5時間ぐらい時差なのか ?5 時間ですね、5時間。そんなもんなんだ。5時間なんか中途半端な時差だね、なんか。5時間前、あとってことでしょだから今、今、5時で時間。同じ日付のそうです。5時間後。5時間前はい。なるほど。ってことは、朝こっちが7時で夜、昼はってことだね。 うん、そうですね今もう何時差も慣れて当たり前か <laughs> どんな生活してんのとあ今まあでも動画編集やってあとはオンラインの,あの今インスタグラムのマーケティングをあのドセンスで日本人の人とのやっててあとは、うん、そうですね、まあ、あと友達のこの、まあ、ヴィンテージの洋服のインスタやったりとかみたいな感じですかね。はい かりました、はい、なるほどそんな感じでじゃあ今日も2時間もし 2> <laughs>、はい、くしゃべりましたけども、うん、いやいや、ね、ありがとうございますいやいやいや元気でよかったですなんか途中でほらチェダ君の,あの隔離生活の動画を YouTube にアップしてたやつを見たんだけど限定公開のやつを送ってきて、うん、なんだうあチェダ君も YouTube 再開するのかなとかって思ってたんだけどあちょっとね考えてて今あの友達と今そのやってる、うん あのー、なんていうのかなあのー、まあこの古着屋の洋服っていうのもそうなんです洋服屋さんっていうのもそうなんですけどうん、うん、そのなんかここに集まってる人たちで何かコンテンツ作ろうかなって<ー>それこその最初のいいいい、ね、そうだよ若いたちのグループあのはいあのー、おてんばじゃないですけど自分たちもなんかそういうグループで、うん、この人たちでなんか面白いコンテンツ日常みたいな感じで発信したりとかそみんな日本人なの えっと、日本人とタイ人と結構面白い人たちがいるので、日本人は多分自分、あ、でもいるっすね。日本人自分ら以外にもいたりするんですけど、海外の集団 YouTuber コンテンツってあるの、はい、海外にいる日本人のみたいな。あんまないかも。ない、ないのかな。ちょっとネイト君にも聞いてみようか。ああま,かね、まあ、そろそろ多分ねあの、家の事務所、まあ、家の、ね、インターネットも入ったんで、 そのネイト君が何か動画を上げるんじゃないかなっていう <laughs> 期待をしつつ俺はちょっとまだ詳しく聞いてないんだけど、うん、ちょっと今から仕事行って聞いてみようかなそろそろインターネットも入って今机も入ってようやく制作できる環境がみたいな、うん、まあ本当ちょっとねはま,だはいまだ全員揃ってないんで全員揃えてから どういういね、うん、やっぱり人数がいると面白いと思うんだよね。間違いなく、うん。やっぱ東海オンエアとか見てのも思う,うもん、やっぱり、うん。やっぱ人数が多いのいいなっていう。うん、確かになんか、一人より自然な感じでなんか友達とかと喋ってる感じとかが良かったりとか、結構そのそれぞれの個性が強くてよかったりとかで、うん、そうですねなんか一、まあ、人もいいと思うんですけど。うん、あとななんんかみんなに企画を出して なんか考えいろんな考えてんだけどさなん,かなんか俺友達にここにアムスの知り合いでオランダ人の女の子なんだけどあのムエタイの世界チャンピオン3回になった女の子がいるのね。えー、<laughs> やばくないそれでさあのほらあのダウンタウンのさなんかごっつええ感じとか。 見たことある。はいはい、あの、笑ってはいけないみたいな。あ,<ー>あれでさ、なんか罰。罰ゲームでさ、はい、タイキックっての、あの、知ってる。ああ、はいはい、あの、バーンって、むき受けつけられるやつ。はい。だから、これから、なんか、ワーホリの子たち、なんかやらせて、罰ゲームとかで、タイキックとかっつって。この世界チャンピオンが出てきて、タイキックで <laughs>。蹴られて、運河に落ちるみたいなやつがやりたいって、俺は言ってんの、ね。<laughs> <laughs> 面白そうですねそういうのやろうよいろう。見る側としては。そうそうそう、だから、<laughs> 言うの自由だから、<laughs> やれっつって。<laughs> 確かに確かに。うん、そうですね。まあ、やるかは別に。っめっちゃおもろいと思う。めっちゃおもろいと思う。なんか、なんかそういう、わかんないですけどね。うんまあ、あと、そういうコンテンツを続けて量産できるかっていうのもあるし。は まあ本格的にはちょっと9月ぐらいからはいなんか制作していくんじゃないかな多分なるほどなるほど楽しみですねとりあえず PV を撮ってみたいなこのさっきの聞かせたあのクソクソかけた曲やバズるかどうかも分かんないけどマリファナが好きですみたいない エアシャンもいいっすね本当に。<laughs> これネイトくんだこれ。<laughs> これアホでしょこれどう考えても <laughs> いやすごいわ。すごいいやもうぜひあのちょっとあのユーチューブできたら送ってください。はい。見ます。超楽しみですね。はい。あ今ケロリン来たけどもう終わっちゃうんですよね。<laughs> <ー>ごめんなさい、ね。ケロリーさんどうもどうもどうもはい。お疲れ様でございます。うん、お疲れ様でございます。 あ,あ今なんか、ああああそうだね。あケロリン、ケロリン今いるのかな聞いてるのかなケロリン、すごいよすごい音楽できてきたんだよ。<laughs> 今、今来たからって<ー>ああ残念な聞けなかった。いいあ、そうか、これ録画してるから、<laughs> 後でアーカイブ見れば聞,、ね、聞けるってことですね。はい、じゃあ、そんなところではい。はい、ありがとうございました。今日も。ありがとうございました。じゃあ、またあのもしお機会があれば。 またよろしくお願いします。そうですね、適当にまたはい、しますありがとうございます、はい。じゃあ皆さんまた来週というか、また明日よろしくお願いします。どうも。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。では